さらに多くのご応援チャンネルを登録します。管理をデレイユーザーはちょどうかな。どうですか。はい、配信予定っていうのこと。配信中になってます。え、でもなんかこれでこれで配信になってますか。あ、じゃあこれでいいのかな。あ、こんばんはって来てますね。聞こえてますよって来てます。あ、これでやればいいのかすいません、初めてやるんで全くわからずで、すいません。じゃあこれでもうこのまま続けていこうかな。あ、もういいんじゃない。今日 の、 あの見どころとかいろいろ話してたら、ね、だってもうちょっとしたら始まっちゃうよ。始まるからね。はい。うわ、これでいいかな。もう今日は半ズボンでリラックスした状態で喋ろうかなと思っています。ちょっとやっぱりラグがあるのね。ラグがある。ね。うん、大丈夫ですね。大丈夫です。はい。じゃあちょっと早めにスタートしましたけれども、ありがとうございます。すいません。あれ電話どこ行ったかな。また電話ここにあるけど。ああもうひどい。ひどいね。ひどい。こんばんは。始めております。あ、皆さんのコメントもこうやって見られるんですね。嬉しい。あ、ツイキャスみたいだね。ね、これツイキャスみたい。ツイキャスもやったことないんですが。うん。そうか。パパ一にしとけばいいの？うん。今日はですね、僕は BS NHK で見ます。よろしくお願いします。あの CM がないので、はい、じゃあこれでやってみましょう。これいい、ね、音をほとんど消して。テレビの音は気にならないでしょうか。ちょっとこっち。パパ座ったら。ん？いや、このあのちっちゃい字を見ようと思うとね、この。見えない。よろしくお願いします。琥珀さんですね。はい。すごいあの文字がちっちゃいので大変です。中山さん、タオさんこんにちは。楽しみに待ってました。はい、琥珀さんテレビの。音大丈夫です。あ、ありがとうございます。いつも YouTube 見てます。ありがとうございます。はい、今日のゲームはもうこれ大竹と徳田なので、またやはり、ロースコアの、まあ、僅差のゲームというふうに見ないといけませんね。今日はあの昨日の初回の送りバントは僕はいいとは思わなかったんですが、今日はもう本当に送りバントがかなり有効な作戦になっていくだろうなというね、そういう予測ができます。まあ一人ごとのように喋るかもわかりませんけれども、まだちょっといつもボロクソ言ってるやん。いつもボロクソ言ってるから、まあ、あれ言っていつもボロクソ言ってるやつ。審判下手くそ。審判ね、審判のストライクボールがねちょっといつも納得いかないんですけど、これはねやっぱり皆さんあの最近の選手は文句言わないんでね、すごいなと思います。まあ僕らの頃はもうまあ文句言うのが当たり前みたいになってましたけどね。今日も1番はセカンド菊池、いつも通りかな、野間、小園、堂林ですね。あ、こんなん書いてるのよって見せたらいつもこんなに。あ、ちょっとまあ今書いてからね。あ、そっか。うん、まだ書いてないの。あ、まだ書いてないの。うん、そんな余裕はなかったよ。そりゃそうだよかったね、できて。できた、おめでとう本当にそうか、昨日のお見せする、こんな感じでですね、昨日のゲームだとこういう感じでスコアブックっていうのを書いてるんですね。
こっち側の方にこう点とか三角とかあのチョンとか書いてるのがこれ九州コース高さ、そういうものがこの、まあ、印を見れば大体わかるというような形になってます。こんな感じですね。はい、まあ丁寧に書いてますね。はい、はい、こんなんです。これはですね、関西テレビのスポーツでいただいたスコアブックなんですが、このスコアブックの優秀なところはですね、この九州コース高さ、これを書くところがこれ 2列になってる。この2列っていうのはね、ミソなんですよね。大体みんな1列しかないんですね。これ2列になってることで九州コース高さ全部書けるということでね、これは本当にいいスコアブックだと思います。さあ、いよいよもうあと5分ぐらいになりましたね。菊池の一緒だな。今日どっちが勝つだろうね。それだけはやってみないとわからないけど、まあ勢いはね阪神だし、あの大竹投手がこの広島に対して7ゲーム投げて6勝0敗、うん、それで防御率が 0.57 っていうね、もうすごい成績残してるんで、で甲子園でもタイガースは非常に強いんで、ワンちゃんがうるさいみたいな。すいません、ライブなんでワンコの声も入っちゃうかも。ちょっとまずスコアブックを書かせてください。3758か、3758 21OK。ペンは右なんです。あのお箸は左なんですけどね、もともと全部左だったんですが、字を書くのは直されました。はい、ですからペンは左になってます。あ、ペンは右になってます。めちゃくちゃ両方使えるってことじゃん。上本、これ今阪神のね、選手の打率が出てるけども全体的には打ってないんですよね。勝っても5安打しか打ってないとかね、そんな状況ですから。木浪が昨日ねよくいいところで打ちましたけれども、まあ、木浪がシーズンの終わり頃ずっとね調子は落ちてました。まあ、僕のあの経験からするとですね、大体調子の波っていうのは1ヶ月から1ヶ月半そういう波があるんで、もうそろそろ木浪が上がってくる時期だなっていうね、そういう予測をして木浪が活躍するんじゃないか、そういうようなまあ予想をしたら、まあ、昨日いいところで打ったということになりましたね。はい、そうやって考えるとカープの方がですね菊池の間小園この辺りがみんな打率いいんで、この 1,2,3 番、ここはですねやっぱり得点源だろうなと思いますね。ここをどうしのぐかっていうのが大竹のポイントではないかなというね気がします。はい、まあ、昨日のゲームは、まあ、2対1という、ね、ゲームで、タイガースが勝ったんですけど、昨日のやっぱりポイントはあの9回の裏の、まあ、カープの考え方だったと思うんですよね。ワンアウト2塁そこで佐藤輝明勝負、まあ、この佐藤とノイジーを比較したらですね、やっぱり佐藤の方が僕は今状態いいと思うんですよね。だけどその佐藤とは勝負して、まあ、これは三振で2アウトを取りました。ですから間違いではなかったと思うんですが、その後のノイジーを申告敬遠した。この辺はですね、僕ら1年間ずっと見てる人間からするとノイジー、チャンスであんまり打たないのによく敬遠してくれたなというようなね、そういうような見方をしてて、そして坂本この日はまあノーヒット、まだ結果は出てないんだけども、こういう場面で案外しぶといそういうものがあるバッターなのでどうかなと思ったら、
ストライク入らないフォアボールで満塁、そして僕がまあ多分今状態がいいんだろうなっていう木浪に回ってきたっていうところがミソだったですよね。まあちょっと新井監督消極的な作戦だったような気がしますね。僕だったらもうノイジーで勝負思い切っていったと思います。まああの栗林との対戦成績が、2打数2安打、まあ、2-2なんて僕らはもう当てにしてませんからね。それよりもやっぱりチャンスの時に打つか打たないか、そういうところを気にしてますから、うん、その辺の、まあ、考え方がちょっと違ったなという気がしましたね。はい、今日はキャッチャー坂倉ですね。まあ、昨日は左の伊藤正史だったので秋山坂倉、使いませんでしたけど、今日は使ってますね。もうこの大竹っていうピッチャーのコントロールの良さはすごい。あ、これだもんね。いい当たりしてもこうやってねアウトになるんですよ。あれも始まったの？始まったもう始まったよ。始まったのね。もうなんか気ぜわしい状態で始まっちゃったからね。もう大竹さん1球投げてる。いやもう2球だよ。もう2球投げました。これ木浪もねやっぱり今動きがいい、ね、うん、それとやっぱいいピッチャーの時ってねみんな集中して守るんで、あのいいプレーが出るんですよこうやってね。もう2ストライク追い込んでからボールボールボールってくるピッチャーはだんだんね守ってって疲れるんでね。あ、テンポがいいね。テンポいいしね。でストライクが先行するピッチャーなんでね、うん、これはもうほんと守りやすいピッチャー。これなんであのソフトバンクがねそんな高い評価をしなかったのかっていうのが不思議。うん、うん、あの今年のキャンプで、まあ、ヤクルト取材に行った時に、伊藤明光、まあ、あれ編成部長かな、と話をしてたんですけども、もう大竹タイガースに取られたんですよつって偉い悔しがってました。それぐらいやっぱ大竹の評価ってヤクルトも高かったね。よかったね、じゃあね、うん、だからそのね、あの大竹がタイガースに入ってきて、それでも最初は岡田監督もそんな評価はしてなかったんだけど、うん、いざこうなんていうかなゲーム形式になったら大竹の良さっていうのがすごい出て ね、うん、だからボールのスピードだけじゃないんだっていうのを大竹はこれ証明してくれましたよね。うん、うん、これ大竹ってランナーいなくてもああやってセットポジションで投げて、それでゆったり足を上げて投げることもあればクイックで投げる、そしてボールもですねチェンジアップの投げるのがうまいということでですね、バッターからするとですねフォームで崩される、それとボールの球種で崩される、この2つで崩されやすいんですよね。ですからその2つをですねうまく組み合わせてこれピッチングしているところが大竹の良さですよね。もうちょっとテレビの声を大きくしても大丈夫でしょうか。皆さんこれぐらいして大丈夫でしょうか。聞こえてませんか。あんまり聞こえると良くないんでね。おー、いい球だな。まあ今のは厳密にはボールでしょうけども、いいボールですよね。今日の球審は秋村さんね。秋村さんこれもうベテランだからね。まあ全般的に球審の方は見てるとね、あの2ストライクまではストライクって言ってくれるんだけど、3ストライク目見逃した時になかなか際どい球をストライクって言えるかあの球審が少ないんですよね。うん、だからそこをねしっかり見てくれる審判かどうかっていうのがね非常に大事なところなんですね。もうゆとりですね。追いかけ方がもうゆとり。パパテレビの音大丈夫って。大丈夫ですか。聞こえてない。あ、よかった。
みんななんか白井球審のことなんか言ってる。白井さん？白井さんじゃなくてよかったで。いやでもね、いやでもね、僕はあの白井球審ねずっと見てますけどね、うまい球審だと思いますよ。まあいろいろね、うん、うまいと思う。そうなん？うん、案外ね、際どいところのあのストライクボールうまいです。まあちょっとね、いろいろあのいろいろ問題はあったけども、でもうまい球審だと思うんでね。前ネタクソ言ってたじゃん。下手な時もあったんだけど。まあね、でもこの前しっかり見た時にね、うまかったの。あ、そうなの。うん。あとね、やっぱり皆さんおっしゃるこの誰？坂本？清志郎さん。坂本君のまあ、リード、そしてフレーミング、これがやっぱうまいって言ってね。もうみんな感心してますけどね、確かに本当にうまい。彼はやっぱりいろいろね研究してますよね。まあ梅野がああやって骨折した後はちょっと心配しましたけど、十分にね坂本が穴を埋めましたからね。あーやっちゃった、やりましたね。珍しい。大山も守備が抜群にうまい選手なだけにね、こういうエラーはちょっと嫌ですよ。2アウトですけど。なんか大山さんらしからのよね。大山らしからの ね、うん、エラーでした。まあ今日は本当にこういうエラーっていうのが致命傷になる恐れがね、うん、十分にある。もう本当にロースカーの戦いになっていくと思うんで、特に野球の場合は2アウトからの点っていうのは案外入るんでね、うん、まあ今日は僕は新井監督がどれだけやっぱりタイガースに対してですね、攻めていく気持ちでいけるかどうかだと思うんですよね。今の1球、これインサイドでズバッとまっすぐ来るんですよね。だいたい2アウト1塁、長打打たれたくない、そういう気持ちでいるとインサイドって投げきれないんですよね。だけどここでポンとインサイドで投げてくるっていうところがすごいなっていうね。これはやっぱり大竹のコントロール、これが抜群だというね、坂本捕手の、まあ、信頼、そういうものがあるから、ああやってインサイドにも要求ができるんだろうなと思うんですよね。波のコントロールであれば、この場面でインサイド要求はできない。波じゃないコントロールしてるんで、こういうインサイドも要求ができるっていうことですよね。この球ね、どうですか。今のストライクじゃないの。どうですか、やっぱりね、2ストライク後の後の球は際どいとこ、なかなかストライクって言ってくれないんだよね。打ち構えとか、うん、これね、やっぱり坂本捕手ずっと見てるとね、牽制するときってね、インサイドで構えること多いんですよ。で、あ、インサイドに来るのかなと思わせておいて、うん、外要求っていうのをよくやる。へ、うん、あれやっぱり一塁ランナーも見てるからね。あ、そっか、うん、あ、インサイド来ましたね、そのまま、まともに。嘘ばっかり来たじゃん。僕が騙されました。僕が騙されました。騙された、うん。よくやるパターンなんですよ、坂本はね。うん、これこれこれ、ダメよ。ダメよ。まあこれで普通なら外へチェンジアップですよね。もう一気にさ、これが坂本なんだな。もう今の一球で。まあ、普通バッター考えることは、あ、これで多分チェンジアップが来るだろうなって予測するバッターが多いんですよね。そこでもう一球インサイドつく、まあ、リードが多いんですよ、坂本はね。お外、ああここで外か、チェンジアップね、まあ、これが普通のリードですよね、うん、まあ、このチェンジアップで取るのが普通のリードでした。もうやっぱり0点だ。
0点でしたね、はい、なんか皆さん書いてくれてますか？この間にね、もし見る機会があればよしって書いてくれてますね、中山さん、はい、ちょっと皆さんのコメントを見ながら気になることがある。パパ、私のこれをさ、うん、あ、見れるの？置いといてあげるから。見れるの？うん、私だからもう携帯今日置いていくから。じゃあこれ、ここに置いといて。いやいや、それじゃあもうこうやって見た方がいいじゃん。いいよ、それで流れていくからコメントが、うん、これこんな、これでいいかな？もうちょっと上向かなくていいかな？いいんじゃない？だって足が見えすぎちゃうもん。いや、だから上にしたら見えすぎないじゃないの。あ、本当だね。ちょっと上に、まあ、辞書か、うん、はい、言ってね、これぐらい、それぐらいでいいかな、これぐらい、それでいいかな、変な格好、足伸ばした方がいいかな、こういうのがいいですかね。なんかパンツでやってる。パンツじゃないよ。一応トレーニングウェアですからね。いや、それ貸しといてあげる。でもこれどうやって、何、こういう風に来るわけ。そうそう、これはずっとあの、あ、下にある、うん、新しいコメントが出てくるから。ああ、でも途中で充電切れるかもしれない。まあ、じゃあそれ充電しながらにしよう。ね、うん、なんならそれ見ながら、いっぱいすること、書かなきゃいけない、見なきゃいけない、喋らなきゃいけない。さあ、近本、今日はどうかな。昨日インサイド、あの近本らしいスイングはしたんですけど、結果はですね、ライトフライだったかな、うん、最初ライトフライでしたね。この、 あの内容は悪くなかったですね。やっぱり凡退の内容、これがすごい大事なんですよね。ちょっと力むのかな。阪神ジュニア、オリックスの昨日の負け方どうですか。ちょっと気になる負け方しましたよね。まあ、シーソーゲームだったんですが、最後、まあ、中島監督がちょっと山岡を長く投げさせすぎたって、自分の、ピッチャー起用のミスだっていうようなコメントしてましたね。まあ、日曜日まで、続けば僕 BS で今度はオリックスの試合も見ますので、このセ・リーグだけではなくてパ・リーグも見て、それで、やってるというね、状況です。中野がなかなか調子出ないですね。まあ、この後半の中野はもうあのファーストストライクほとんど見逃ししてるんですよね。ほとんどというか僕が見る限り全て見逃し、だからワンストライクを取られた後から勝負にいってる、まあ、それでも結果は残してたんだけども、そのファーストストライクが甘い球がよく来るんですね。だからそれをどういうふうに中野は考えて見逃してるのかなっていうのは僕は気になってるんですね。僕はやっぱりあのいろんな先輩にその1番を打ってましたから、ピッチャーに球を投げさせるのが大事なのか、あるいはそうやってボールを見て、ピッチャーに、まあ、最初からガンガン打ちに行くのがいいのか、そういうような話をですね、いろんな人にお聞きしたんですが、結局結論は甘い球はどんどん振りに行けと、そういうことをまあ言われたんですよね。そうやって考えると、この中野のファーストストライクの見逃しはもったいなくてしょうがないですよね。だから、やっぱり初球で、振って凡退するのは、まあ、1、2番バッターとしては辛い、そういうふうにもし考えるんであれば、僕は初球、ファーストストライクは球種とコース、これをもうしっかり山張りなさいと、でその球じゃなければ見逃しなさい、そういう考えでいったらいいんだと思うんですよね。
もう全て見逃すのはもったいないですよね。そういうふうに考えれば、打てる球はいろいろあったと思うんですけどね、うん、今日も超満員なんだろうね。いや、今日も超満員、ね、4万2600何十人かな。もう大体いつもそれが決まった人数なんでね。すごいね、うん、もう本当に今年の甲子園の観客動員はすごかったですね、うんうん、いい高さ投げてくるね。まあ森下もうちょっと早かったらね。まあ足はそんなに多分速くないよね、いつも見ても。そうなの。うん。はい、ちょっと皆さんのこうやって見ながら見るのも楽しいな、これ。楽しい。うん。ハマりそう。ガンガンビタミンさん、どうして近本は3割、まあ、打てなかったのかっていうことで、まあなかなか難しいんですよね。僕も。経験あるんですが、2割8分まではいけるんですよ。で、2割8分から3割に上げるのって案外難しい。これはね、ずっとやっていくとそれ感じるんですよね。だからでも近本さんあれじゃないの、今年は怪我もあったから。いや、怪我はあるけど、その時は打席立ってないからね。あ、そっか、うん、すごいですね、今出ました。7試合で6勝0敗防御率 0.57。 すごいね。この対広島は特別いいんでね。ねえ、なんか負ける気しない。こんだけ抑えられるとね、これもカープの打撃陣もやっぱり大竹に対する苦手意識っていうのはね、かなり皆さん持ってると思うんでね。めっちゃ研究してるんじゃない。研究はしててもこれだからねえ、うん、すごいですよ。あ、中山さん、中山雅夫さん、質問。この CS システムですけど、セリーグは横浜も広島もそこそこ貯金で上がってきたけど、パリーグは貯金2つで、もしかしたら下克上でロッテが来る可能性十分あります、日本シリーズに貯金2つで来るのはやっぱり疑問ですけど、どう思われますかっていうね、こういう質問が来ております。まあもともとね、これクライマックスっていうのはもう6チームのうちの3チームが出られるっていうね、そういうシステムになったわけですね。まあ僕も裏から野球界をずっと見ておりまして、感じるのはやはり僕らが現役でやってた頃はもう1位しか価値がない、もう2位も6位も一緒だというね、そういうような時代が長く続いたんですよ。そうするともう消化ゲームがすごく多くて、もう10月に入ったらお客さんもあんまり来られない、もうお客が、まあそうですね、だから楽しむゲームが減っちゃうっていうような感じになったんですが、このクライマックスができて、もう本当に最後の最後までこう楽しめるっていうね、そういうような形になったわけです。ですからまあいろいろね、そういうこういう貯金もそんなにしてないのに、もしかするとこれ日本一になるかもしれない、そういうことがあってもいいのかなっていうね、そういうふうな考えの方も多いと思いますけど、まあ僕は頭のいい人がこういうシステムを作ったなというふうに思ってます。まあ、こうしたことによって本当の最後の最後まで、応援できる、楽しめる、そういうことができたわけでね、それがなかったらこんなに長くは楽しめないんですよね。やっぱりこれ、やっぱり、まあ、営業面も良かったでしょうし、やはりファンの人たちも長く楽しめたということで、僕はこれに対しては、まあ細かいところの変更っていうのは必要かもしれないけど、なくす必要はないと思いますね。これの方が楽しめます。いっぱい書いてきてもらってますね、ありがとうございます。ちょっとイニング間に喋らせてもらいますね、ここはね、はい、
これもインローにカット系スライダー、いいボールが行ってます。まあ、こういう大竹みたいにコントロールのいいピッチャーと対戦したときどういうふうに打席に立つかっていうと、もう僕の場合は山張りですね、はい。まあ、癖が分かったら癖を見抜くっていうのもありますけれども、それが分からないピッチャーであればもう思い切って山を張る、それも球種コース両方に山を張ります、追い込まれるまでね。それでそれで以外は今みたいに秋山君みたいにもう見逃すっていうね、この見逃す勇気も大事なんですよね。これ今秋山選手は2球まっすぐでストライク取られたっていうことは違う球種を多分待ってたんですね。100キロだって。今の緩い球投げました、ね。高さにいいコースに行くものね、素晴らしい。今日絶好調。絶好調。これは絶好調ですね。もうロースコアのゲームになる。広島のピッチャーも良さそうだしね。そう。まあ監督の立場でこのゲームを今日のゲームどういうふうにまあやっていこうかって考えるときには、やっぱり相手ピッチャー、そして味方のピッチャー。このピッチャーであれば大体何点のゲームになるなっていう予測をするわけですよね。それで今日のゲームだったら僕はもう2点勝負だと思いますね。2点、まあ、だから3点取れば勝てるんじゃないかな。そういうふうに考えると、まあノーアウトで出たランナー、これをですねいかにホームで、迎え入れるかというね、そこを考えるわけなんですけど、やはり送りバント、これも有効ですし、カウントによってボールカウントによってやっぱり思い切ったエンドランっていうのがね、あってもいいかなと思うんです。コントロールのいいピッチャーなんで、ストライクを投げようと思った時にはそこへ来ると思いますから、コントロールの悪いピッチャーだとね、投げようと思っても高い球が来たり外れたりするんだけど、両チームのピッチャーともにコントロールがいいんで、ストライクを投げようと思った時がエンドランのチャンスなんですよね。だからそういうふうに考えるとエンドランはかけやすいピッチャーなんですよ、2人ともね。どのタイミングでかけるかが問題ですね。今日ちょうど昼間掛布さんとまた YouTube でトークさせてもらおうと思って、まあ1時間半ぐらいかな、いろいろお話をしたんですが、まあいいチームになったねっていう話をしてましてね、タイガース、まあだけどまあ、3年ぐらいは強いんじゃないかっていうふうに加久さんが言われたんだけども、僕は3年じゃダメだと、以前の西武ライオンズみたいにもう二十数年、A クラスをずっと続けたチームがいるわけですよね。だからそういうチームを作っていくためにはやっぱり監督に託すだけではなくて、チームフロントがやっぱりしっかりしたビジョンを持ってチーム作りをしないといけないんだっていうね、そういう話をまあさせてもらったんですけどね。さあ大山が昨日最後の打席で右中間にね二塁打、あれでどうでしょう、変わっていくかなっていうところですよね。もう今の一球はいいボールでしたけど、これボール判定だったんで、これでちょっと甘めに多分来ると思うんですよ。先頭打者だしね、これ次チャンスボールです、ああと思って振ったんだけどボール球でしたね。この辺の駆け引き本当だね、これ駆け引きでね、大山も絶対今度はストライク来ると思って今振ってたからね。うわいい球ですね。今のストライクじゃないの？いや、これはストライクだろうな。ラッキーじゃん。僕言いませんでしたけど、秋山さんね、案外ああいう球はボールって言っちゃうんですよ。
まあ最初に僕言いませんでしたけど、実は僕はそう思ってる審判なんだ、ね、だからちょっとね、あの際どい球は、うん、ああいうことがあるんです。これ怒らないで、怒ってるよ犬も違うやろ今のこれはね、ここだから昨日佐藤輝明はノーヒットかな、あ1本打ちましたね、最初のヒット打ったんですけど、調子は悪くないですね、凡退の内容も悪くなかったんでね。もう本当に佐藤が悪い時はもうぐちゃぐちゃな悪さしますからね本当にそこまで打てなくなるのっていうぐらい悪くなるんですが、まあ現状はいい方ですね。行ったかと。え？行かない。ああちょっとの差。いい感じで振ってますね。うん、ちょっとの差です。風が逆って言ってるな。あ、逆風か。この秋になるといつもは浜風でライトからレフトに吹くんだけど、うん、今日はどちらかというとレフトからライト方向に吹いてる。だから普段だったらあのレフト方向伸びるんだけど今日は伸びないですね。じゃあライト方向に打てばいいの？だけどそれはもうバッテリーは分かってるから、普段はまあ左バッターのインサイドあんまり投げないけど、あ投げるけど、うん、今日はあの外に投げた方がいいっていうね。なるほどね。さあノイジー、まあノイジーが一番期待持てるのはこういうワンあのランナー一塁の時だと思うんですよね。あの得点圏にいるとノイジー僕あんま打つのをシーズンずっと通して見てるんですが、そんなに見てない。そうやって考えるとこういうランナー一塁ってあんまりプレッシャーないんで、うん、こういう場面はちょっと期待したいところですよね。うわうわどこが期待や。いやだからこれ、まあ、これで OK なんだよ。どん詰まりのサードゴロなんで、うん、一塁ランナー二塁行けたからね。あ結果ね。それ結果としては結果としては二塁行けましたからね。まあでもノイジー打たないよねいつも言ってる。打たないわ。まあ、だけどまあ守備特に肩が強いっていうところでね、うん、岡田監督本当よく使った、うん、もう僕だったら多分どこかでも外してますね。うん、若いね外野手もいいのがいたんでその辺にも託そうかなっていうふうに思うところなんですが。誰だったっけ今パッと小野寺ね。なんで僕より知ってんの。見てるから小野寺を使おうって思ったろうな多分。坂本はねやっぱここ数試合ずっと見てて今みたいに初球のストライクファーストストライクこれ甘い球よく来てんだけどほとんど見逃してんのよね。うん、それで際どいボール球振っちゃうっていうパターンが多いんですよね。ファーストストライクをなんで振らないかなっていうね。あと今日掛布さんと話してて大山二軍経験してるんだけども彼の野球に対する接し方は素晴らしかったっていうのをあの当時からね言ってましたよ。うん、もう本当にすごい熱心に練習する選手でもう誰が見ても大山を応援したくなるんだっていうね。分かる、うん、そういう選手なんですよね。私も大好きだもんね。大山はやっぱり素晴らしいですね。うん、はい、2回終わって0対0です。これはどうやって点が入るかな。ねえ、一発かな。一発ね。今のあの佐藤輝みたいなのがドンといくかどうかね。うん、ねえ。うん、
さあちょっと皆さんのコメントを。ああ、琥珀さん、サトテルの打った感触良かったんだろうな、良かったですよね。はい。うん。中川さん、ノイジーに期待はしてません。ひどい、ひどい。強くちゃった。うん、まあ僕もそんな大きな期待はしてませんけどね。彦さん、ノイジーは守備が捨てがたかったのかもしれないとね。うん、玉さん、坂本いいところで打つからな。うん、そうですよね。あの打率は低いけどもね。トラキチさん、先制点欲しいですねって書いてますね。もうこれ本当今日のゲームは先制点が決勝点になるっていう可能性もあるんでね。もう本当先制点大事ですね。オリックス今日は勝ちますか。うわあ、ちょっと今日もう後でじっくり見ようと思ってますので、何とも言いません。タツさん、粘ってミスがない方が勝つ。そうですよね、もう本当に、うん、ロースコアなんでね。あ、オリックス、ツーアウト満塁、先制のチャンスだそうですよ。ちょっと見ようか。紅林だ。これもいい選手ですよね。今オリックス見てます。ちょっとだけね。はい、いつもこんなんなんですよ。間でちょこちょこ見ながら。沢村ですからね、今日先発。うん、この前一度ね、あの先発しましたけど、あの時はもうブルペンデーでしたね。まあ後でどうなるかまた見ましょう。さあ、オリックスまだ1回裏なんですねって来てますね。確かにまだ1回裏1回裏満塁なんで2アウトでね。あら遅い、うん、遅い。まあ今日これ床田と大竹だったらこれゲームは早いよ。そうだね、うん、2人ともいいピッチャーなんでね。あれ知らない間にワンアウトになってる。え？さっきオリックス見てたからね。オリックス見てる間に変わっちゃった。坂倉アウトになってますね。まあ本当早いよこれ。はい、もうツーアウトです。コーヒーかなんか入れるかな。あ、コーヒーもらおうかな。ホットでいい？はい、ホットで。一応ね、お菓子もこうやって用意してね、お芋さんも今日、ふかしました。お芋さん食べるの今？もう食べてます。食べてうん、もうこんだけねストライクをポンポン取れるピッチャーそういないんですよ。やっぱりねみんなバッターに打たれるのが怖いっていう気持ちが出るんで、どうしても際どいとこ際どいとこっていう気持ちで投げてボールが、まあ、先行するパターンが多いんですけど、ポンと最初にやっぱストライク取りますからね。あれ取れなかったかな今佐藤。どこ通りました今。うん、あー届いてたんじゃないかなね。まあこの場面ですよ、この場面。ワンツーアウトで一塁野間で、野間で、野間のヒット1本でこれ点には僕はならないと思うんですよね。そうなると
どっかのタイミングで、まあ、走りたいんですが、それがまあね、できないバッテリーって言ってしまえばそうかもしれないけども、クイックもうまいし、牽制もうまいんですが、やっぱりこう変化球を投げるタイミングで走る、まあ、あるいはもう追い込まれてランエンドヒットという形、どちらかでまあ走るっていうことになるんだと思うんですけど、うん、まあバッター有利カウントでは多分走らないと思うので、ここはもう野間にフリーで打たすっていうところですね。なかなかフォアボール、無駄なランナーを出さないピッチャーなので、ああいうバッター有利カウントの時をやっぱりどう考えるかなんですよ、バッターをね。だって簡単に甘い球を見逃してれるといつまでも打てない、そういう風になっていくんで、ワンちゃんが来ました。うまげようか、このカウントですね、2-2。ここで、まあ、ランエンドヒット。ランエンドヒットですね。ここどのタイミング、スリーボールまで待って走るのか、2-2カウントから走るのか。決まってるのがいるんで、ちょっと待って。はい。ほら、ああ、取っちゃう。ああ、抜きましたね。今走ってましたね。ランエンドヒットでしたかね。走ってなかったかな。あ、走ってなかったな。普通にヒッティングだけでしたね。はい。こうやってね、ツーアウトからこうやってピンチが来るんですよ。そして、まあ、当たってる小園ですからね、ここで、点が入るか入らないかが、もうカープにとってはもう即勝てるかどうかということになりますからね。今外野の守備位置見てるとそんなに前進ではないですね。あのレフトだけちょっと前かなっていう感じ、これでいいと思いますね。定位置っていうのが一番アウトになる確率の高いポジションなので、この2アウトは定位置で僕はいいと思うんですよね。どうぞ。あ、ありがとう。熱いよ。美味しい。
さあ追い込みましたね、ワンツー。さあ次が勝負球でしょうね。次が勝負球。スライダー打つの案外うまいんでね、軽打するのうまいんで、もう一球まっすぐ行きますかね。あ、最初のあれ何、変化球かな。まっすぐですね。しのぎました。やっぱりね、スライダーの方が怖かったと思うね。はい、ちょっとトイレ休憩。誰も打ってないよ。オッケー。さあ、調子のいい木浪からですね。昨日でもよく打ちましたね。いいとこ守ってる。うん、やっぱセンターや左守ってましたね。いいとこ守ってました。左対左なんでね。まあ、これでこの回はなかなか点にはなりづらい、ね、状況になりましたね。木浪が出れなかったことで。この床田のテンポの良さも素晴らしいですね。このテンポで投げてくれたらもう守っててすごい楽なんですよね。ピッチャーって本当に間の長い人はずっと長いですからね。何かもらってるかなと思ってね。みんなこう何かもらってるかなと思ってね。この場面はもうアウトコース一本待ちでいいんじゃないでしょうかね。
ここでインサイドバントは投げてこないと思うんで、まあ一球ね、ちょっとこう牽制したのね。お、スリーボールになった。なかなかこれは、これはなかなか点が入らないよ。タイガースは一回りしてノーヒット。はい。さあ、振り返ってる間に皆さんのコメントをちょっと紹介します。佐藤輝くんは外野手向けっていうのがありましたね、工藤貴博さん、うん、まあ外野やらした方がね、うまいっちゃうまいんですけど、やっぱチームの、まあ、編成上ですね、外野手他にもいるんですよね。そういう点からするとやっぱりなんとかサードで育てたいっていう岡田監督の気持ち、そういうものがあると思うんですよ。まああの守備だけ見てればね、まあ、まあ物足りないことはいっぱいありますけども、まあこれはあこの、まあ、日本シリーズまで行けたら行って、その後の秋の練習ですね、そこから一生懸命練習して、レベルを上げていくということしかないですね。今の守備でずっと行ってるようでは困るん で、守備っていうのはやっぱり練習すれば上手くなります。ですから、これから佐藤輝明が努力して、プロの本当のプロのサードになってもらいたいなと思いますね。トラキチさん、今日は一発で決まるかもねっていうね、まあ確かにそういうようなゲームになりそうな気配はありますね。はい。勝部さん、伊豆高校の後輩の勝部です。ああ、ここは大阪の大正区にありますね。伊豆高校、もうなくなりました、今。名前が変わりましたね。はい、そういう高校に行っておりました。はい。そして、京セラドームの横の大阪市立西中学校っていう、もう本当にすぐ横にある中学校、あそこで、野球部に入ってたわけですね。はい。さあ始まりました、堂林からです。いいコースに決めるね。これはやっぱなかなか手が出ないところへ投げてくるから、うん、すごい。もう一球これインサイド速い球見せて、うん、それで外へチェンジアップですよね。まあこれが普通の配球だから。いやねえ、もうマツダスタジアム行ったらもう360度カープなんですけど、ね、なかなかやっぱ甲子園のファンはすごい、あのタイガースファンはすごいです。本当だね。もう一球インサイド、ここが一つ違うところなのね。ここが一つあの坂本捕手のリードの違うところなんですよね。これに大体バッターがついていけてないっていうのが現状ですね。普通だったら何アウトサイド、外へあのチェンジアップを投げるとこなんだけど、うん、もう一球インサイド見せるよね。裏の裏をかける。そうそうそう、これがハマったら楽しいんだろうな、キャッチャーはね。あーそうやね。うん、
だから何が正解ってないんですよ、これ実はね、リードっていうのはね、結果論なんですよ、うん、相手がいることなんでね、うん、相手が何考えてるかまできっちり分かる人はいないんで、超スローボールですね、これ今なんかものすごいクイックで投げられてるのね、だからもうあの西川は全く構えができてないの、うん、だから今ストライクど真ん中でも振らなかったと思うね、振れなかった、振れなかった、これ完全にストライクだと思うんだけどね、時々あるでしょ今日、時々もう何回目か、何回もあるねこれ何回もあるな、うん、でもね本当今のあのバッテリーは全くアンパイアに文句を言わないよ ね、うん、もう我々の頃だったら多分キャッチャーがなんでっていう感じでねもう言って、そうするとその後またね、ストライクっぽいところボールボールって言われるので言わないんですよね、これはボール、これはボールです、これはボールって失礼な言い方ですけどね、まあ今のは狙ったボールところではなかったんだけど、やっぱり打ちに行くんでしょうね、このクイックね、このクイックちょっと ついていけないの、だからファーストストライクであのクイック投げるのもったいないんですよ、ちょっと、ね、あ、そうなんだ、うん、もうちょっと後で投げた方がね、あれまたボールって言ってるあ、なんで今日の審判はなんとも言えないな、これやっぱ審判もね緊張はするんだと思うよね、そりゃそうだね、うん、あらららららら、まあここなんですよね、こういう場面ね、まあ、外野手の考えとしては2アウトなんで一塁でなんとか置いとこうっていうのと、もう一つは取りに今行ったんだけど届かなかったっていう、結局これはどうなったのかな、ワンヒットワンエラーになったのかな、これもいい球ですけど、なんか前今さっきストライク打ったところボール判定っていうねちょっとね、今のツーベースになりましたね、エラーはなかったです、かなかった、うん、エラーではなくツーベース、本当にあのコントロールの悪いピッチャーが投げたら、もう球審のストライクゾーンで潰されるときあるからね本当にもうっていうのが何回かあるとね、もうそれで潰れるときあるんですよね、これはヒットですね、投げない方がいいね、もう間に合わないのは投げない方がいいんですよ、
さあ、一三塁、坂倉、そして、次がピッチャー。多分ここはでも岡田監督は攻めるよね。だよね。うん、敬遠して満塁っていうのは多分作らないですよね。最悪ここで1点取られたらしょうがないっていう発想だもんね、うん、こんな前半から守りに入るとね、やっぱりチームとして勢いがつきにくいのね。ああ、そっか。そう、だからこれで行くぞ行くぞっていう気持ちをね、やっぱりみんなに持ってもらわないと困るんで。怖いバッターだけど勝負しますよね、うん。まあ、解説者は一つ空いてますからって言ってるけど、勝負するね。まあ、これもし秋山が走ったら一塁が空いたらあるかするでしょうけど、まあここは走らないでしょうね。やっぱり一三塁の形で攻めたいと思うんでね。ほら、勝負いった。素晴らしい。ここなんか一つポイントだよね。うん。うん、まあ、今3勝0敗というね、勝ち負けになってるっていうこともあるけど、それだけじゃないんだよね。やっぱりチームの勢いをつけるには、ここはやっぱり逃げちゃいけないところなんですね。なるほどね。うん。ヒットになったね。しょうがない、これね。うん。勝負に行ったんでね、こういうこともありますね。だからこれで、結果論で、なんで勝負したんだっていう人がいるんですよ。はい、いるんですよ。だけどこれはね、もうちょっと深読みしてもらったら、この勝負は間違いじゃないと思うんですよね。結果は、失敗ですけどね。もう今のインサイドのボール球ですからね、よく打ったんですよ、坂倉がね。もうこの1点だけで、うん、まあこの1点で収めないとダメですけどね。はい、行ってらっしゃい。頑張ってね。3連打食らいました。さあ、この1点がどれ…見ていこう。ここ、ね、これ見ていこう、ここ。ここはちょっとね、気になるとこだからね。うん。まあこれ床田もね、ピッチャーですけど、ここで打てるかどうかも大きいところでね。対阪神戦、今シーズンは7打数3安打打ってる。4割オーバー。すごいね。めっちゃすごい真剣。真剣ね。もうここはもう追加点は与えられないんでね。今ストライク打ったよ。いや、今のはストライク。違う、さっきボール。さっきボール。いや、ちょっとストライク判定遅かったから、あれまたボール言ったかなって一瞬ね。
ここから1球今の外のマスかスライダーのボールゾーンですね。甘いね。やっぱりちょっと今日コントロール。さっきまで良かったの。いや、ちょっと逆球が来てる。あらら。うん。はい、なんとか1点でしのぎました。はい、いってらっしゃい。皆さんのコメントを。高尾さんかな、近本のグリップの位置について、答えてほしいですか。常に頭から離れているのになぜよく打てるんですかっていうのがありますね。確かにちょっとこう離れ気味ですよね。でもヘッドをグッとこう入れて、それで前よりは近くなってる。あれでも前もっと離れた時があったんですよね。まあ中にはまあこっちの肘ですね、こっちの肘が伸びてても打てるバッターっているんですよね。ヤクルトの川端とか、あとソフトバンクも解雇クビになった、まあでも2000本打ってますよね。DeNA からソフトバンク行った、名前ずっと出てこないんだけど、あの辺のバッターは離れてても打てる、そういう人がやっぱりいるんですよ。だから天才的な人がいるんですけどね。だけどそれを真似するっていうのはちょっとね難しいんですよ。だからそういうことができる人はやってもいいんですけども、これはもう本当稀です。ですから何にでも例外があるようにですね、こういう形ででも結果が残せる人がプロ野球界にはいるっていうねことはありますね。はい、さあこの回は中野からですね。中野ファーストストライク振ってほしいんですけどね、甘ければ。もうここずっと見ててファーストストライクは振りませんから、まあ多分最初から甘い球来ると思いますけどね。ね、必ず見逃し、これがもったいなくてしょうがない。
まあ、こうやって追い込まれた後の、まあ、粘りっていうのは中野今年はすごいのがありますよ。こうやってねうまくファウルを打ちながら粘っていく、これはまあさすがだなっていうところはありますね。まあ、全イニング出たっていうのは大したもんですよね。これはヒットだ。これはヒットでしたね。こういう場面で森下っていうのはあの引っ張りだけではなくてですね、あの1、2塁間ここをですね狙って打つようなことがよくあるんですよね。まあ、かなり1、2塁間こうやって大きく空きますので、そこを狙って振るっていうバッティングをね、ここをちょっと僕は見たいですね。ちょっと最近引っ張りスイングにずっとなってますから。あ、インサイドか。それは引っ張らざるを得ないですかね。このファンの人たちの応援してる表情を見て僕はいつも感動するんですが、もう本当に真剣に応援してくださってますんでね、これぐらいいつも仕事も一生懸命やればすごいだろうなと思いながらこの球ですね、この球を一、二塁間という意識ではいなかったですね。本当にこれ素晴らしいですよ。これ毎試合超満員で、あのインサイドの際どい球はかなりボール判定されますからね、もう少し甘めに待っていいですよね。この場面では、まあ、中野は走らないと思います。大きいのが打てるバッターが後ろ続きますから、走ってアウトには なっちゃ困るんで、ここは無理して走ることはないと思いますね。感じで振りましたけどね。まあ凡退の内容は悪くないですね。はい、いい感じでスイングしたけど、まあ野手がいるところに行ったということですね。さあ大山、今日坂倉捕手見てると、あの普段よりやっぱりインサイド要求多いですよね。やっぱ風の影響も一つあると思いますね。やっぱり浜風が吹いてる時こんだけインサイド要求ちょっとしづらいんですが、今日は思い切ってねインサイドを要求することが多い。
どこだもこれ1点取ってもらった後のこの回なので、すごく大事にしないといけないなっていう気持ちが働くところ、そこでクリーンアップに回ってくるということでね、プレッシャーはかかってると思いますね。いい球だけどボール判定ですね。まあ、今年スリーボールから大山振ることまあまあありましたけどもね、思い切って狙い球一つに絞って振るということですね。ボールかな、ボールでしょうかね。厳しいな。佐藤輝明1打席目いい感じでね、レフト大きいフライを打ちましたから、ピッチャーやっぱ怖いですよここは。さあどうしますかここ、まずインハイを見せたいと思うんですけどね、今日ちょっとコントロールそこまで安定してないので、坂倉がそれ要求できますかね。インサイド構える？外か。構えた。ああ、悪くはないんだけど、打ち損じですね。はい、打ち損じ。甘いまっすぐでした。まあ、3割打つバッターはこういう甘い球を一発で仕留めるっていう人たちなんですよね。だから甘い球が来て、来たと思って振ってて、まあ凡退するっていうことになると、なかなか打率っていうのは上がっていかないんですよね。だからその辺ができるようになると、この佐藤選手も打率はどんどん上がっていくと思いますよね。こういうケースなんですよノイジー。まああんまり期待せずに見てます実は。来シーズンこれノイジーをどういうふうにね、球団は考えてるのかなっていうところなんですよね。まあ契約、年俸もまあまあねもらってます。2億近くもらってるのかな。その中でこの成績で、球団として OK なのかどうかね。あと、まあ、1人こうやって外国人がいると、日本人選手1人ねゲームになかなか出られないということになりますから、ね、打たないんですよ。決してね、そんな際どい球ではないんだけど、当たらないですね。だってね、文句言ってるとよくね、打つ人がいるんで、褒めてると大体ダメですからね。はい、今の1球は力みましたよ、とこどもね。
チェンジアップ。黙ってしまいますね、こういうチャンスになっていくとね。おお、ほら、こうやってね、あんまり期待しない方がいいんですねそうするとこうやって打ちましたね。あれ変化球でしたね。フォークボールかな、フォークボールがストライクゾーンに来たのかな。まあ今年のこのクライマックスのタイガースの戦い見てると、先制点ね、これ3試合ともに先制されてるんですよ。だけどすぐ追いつく、ここがね、やっぱりタイガース強さを感じるとこなんですよね。藤本コーチ、頑張ってます。なんかこのベンチのね、表情を見て、選手の表情を見ててもすごい一丸で集中して野球やってる、楽しそうにやってますよね。さあ坂本、一回ぐらい打てよっていうところですね。打ちましたね。強いな。まあカープもそうでしたけども、ツーアウト後の得点ですよね。まあツーアウト後に得点するっていうことは、もうバッターの力で点取ってるってことなんですよね。ベンチワークではないんですよ。もう本当に選手の力量、そういうもので点にしてるということなので、やっぱりこういう点の取り方ができるチームはやっぱ強いんですね、もう坂本は今日はノルマ達成ですね。もうあと全然打たなくても OK という一本でしたね。はい、まあ、だから4回の表の坂倉と勝負して、まあ、1点は取られたんですけども、それはですね、選手も納得してるんですよね。勝負に行ってやられたらしょうがないっていうね、そういう割り切りができる失点なんですよね、あそこで申告敬遠して満塁で、床田勝負ゼロに抑えられたかもしれないけれども、あれ監督ちょっともうここで守りに入るのっていうふうに選手が感じてしまうっていうね、怖さがあるんですよ。やっぱり相手に対してこう向かっていくっていう気持ちを前面に出すためには、あそこも勝負しか僕はないと思ったんですよね。まあ本当にこういう短期決戦っていうのはもうあっという間に終わりますからね、こういう流れをつかめるかどうかっていうね、その勝負だと思いますね。木浪、昨日も高めのボール球振ってましたけれども、あの高めのスイングがですね、いいスイングするんですよね。体をしっかり使ったヘッドを効かしたスイングしてるんで、ボールですけども、
いいスイングしてるなと思って見てるんですよね。まあ、左対左でた、投げる左ピッチャーはですね、チェンジアップ投げる、比率が非常に減るんですけど、チェンジアップも効くんですよね、実は。おお、今度ストライク。なるほど。はい、表に1点取られましたけれども、この4回の裏に2点取って逆転と、なんかやっぱり強いなっていうのを感じさせる点の取り方でしたね。はい、ノイジーが打ちました。これ皆さんのねやつがどうやって見ていいのかちょっと、出てきました。トラキチさん、トラキさんよくいただいてますね。カープの先制点はハンデってことやねって書いてますね。まあそれぐらいちょっとね、まあ今タイガースは余裕がありますよね。山中和也さん、木浪が打つとほぼ決まりかなっていうところだったんですが、木浪は見逃しの三振、まだわからないよっていうことになりましたね。はい、工藤さん、ノイジー打ったじゃん、ね、打ちましたね。はい、こうやってね、あんまりいいこと言わないと打つんですよ、なんかあんま褒めない方がいいんです。ガンガンビタミンさん、とこども崩れないでよく投げてると。本当そうですね、昨日の大瀬良素晴らしかったですからね。このシーズンずっと見てましたけど、大瀬良ね、うまくいかないことが多かったんですけど、昨日の大瀬良のピッチングはね、本当に勝ち投手にしてあげたかったなぐらいの素晴らしいピッチング内容でしたね。はい、浜野さんも来てますね。ノイジー打ったやんって打ちますね。やっぱりね、たまに打ちます。タオさん、足が綺麗ですねって、そんなのまで見えてんですね。もうちょっと上にしようかな。あんまり足ばっかり打つのも。もうちょっと上にしましょうかね。これぐらいかな。さあ始まりました、5回表、もう5回ですね。これがボールなんですね。これは大竹もちょっと辛いよね。そうですね。うまく打ちました。外の高め。まあ、今回、タイガースは村上、そして昨日伊藤、2人ともですね、やっぱシーズン中よりはちょっと調子としては良くなかったですよね。ですから思ったようには投げ切れてなかったと思うんだけども、でも気がつけばですね、やっぱ1点しか取られてないっていうね、
ぱ調子がいい時は抑える、だけど悪かったらガタガタになるっていうんではなかなか信頼得られないんですけども、そういう点ではですね、まあ、今日の大竹も含めて、悪いなりにゲームを作っていくっていうねことができるピッチャーなんですよね。まあ、その一つ大きな要因はやっぱコントロールだと思いますね。無駄なランナーを出さない、ここにつきますよね。やっぱ調子が出ない時にもうフォアボールが絡むとどうしても大量点取られるっていう方向になりますからね。あと新井監督も今日負けたらもうおしまいっていう、そういうゲームですから、こうやって劣勢になった時に多分思い切った作戦は多分できないんだろうなと思うんですよね。もうバッターに期待するというね、そういう形になっていきがちですよね。はい、まあ、だけど調子があまり出ないバッターの時には何か動かないといけないっていうね、そういうことも必要なので、選手の調子の良し悪し、そういう見極めっていうのが監督は非常に大事なんですよね。この野間、そして次の小園、この菊池から始まる1、2、3番、この辺の3人はですね、状態がいいので、ここはもうフリーで打たせていいと思いますね。まあ、こうなるとカープはもう早く、追いつけ追い越せの回を作りたいわけですが、そういう点ではこの回が大きなチャンスですよね。先頭打者出ましたし、上位打線ですからね。おお、取りましたね。今の白井さんかな。今の顔は白井さんじゃないかな。ちょっと見てみましょう。白井さんでしたね。はい、このね、ハーフスイング三振は大きいですよね。今日は、球審が木村さん、そして、一塁塁審は有泉、二塁原、三塁は白井さん、外審もいますね、外野もいます、敷田さん、小林さん、6人の審判でやってますね。はい、さあ、今日なんか食べながらやっていいよって言われてるんで、ちょっとつまみながら、まだ夕ご飯食べてないんですよ。うん、ここもカープはやっぱり何にも作戦多分使わないと思いますからね。もう小園の
個人技、これに期待するというところでしょうね。お、これランナーいいな、ランナーいい判断しましたね。さすがでした、さすが菊池でしたね。もう全然躊躇なく三塁落とし入れましたよね。もう岡田監督はちょっと次のピッチャー考えてますよ、そろそろ。まあ、ピッチャーの替え時っていうのはどんな監督でも難しいと思うんですけども、まあ、この場面、まあ、もしペナントレースであれば、僕はもう変えないでいくわけですよね。っていうのは、1点差でランナー2人出してしまった。そうするとですね、ここでピッチャーを交代して、しまうとですね、まずまだ5回の表ですから、勝ち投手の権利があるのにそれをもう放棄するっていう形が一つ、それと次のリリーフピッチャーが打たれたら負け投手がついてしまうっていうね、先発ピッチャーに。そういうことをもう考えるとですね、リリーフピッチャーのプレッシャーって大きいんですよ。そういうことも考えればもう続投で、打たれたらあなたのせいでしょうがないよ、本人のせいですからね。そういう気持ちで投げさせるということですよね。だからもっとこう、もう今日はちょっと調子が出ないな、ダメだなっていうんであれば、ランナー1人いる中で交代は OK なんですけど、2人目が出た時点でもうこれ続投なんですよね。はい、いいボールですけどね、なかなか取ってくれません。堂林はまだこのクライマックスはヒットが出てませんね。まあ、外野フライを打たしたくないっていうことになると、お、外来ましたか。まあ、外低めの、まあ、変化球、チェンジアップですよね。これをどのタイミングで投げるかということと、インサイドへ思い切って速い球、この2つの選択だと思いますよね。いい球ですね。わあ、これを取ってくれないんですよね。だから大竹がつらい、なんでっていう顔をしてますよ今ね。はい、さあ、これはちょっと本当に大竹としては苦しくなりましたよ。まあ、ストライク投げないといけないカウントですからね。ここでやっぱり堂林が一発で仕留めきれないっていうのがね、辛いですよね、カープサイドからするとね。今のは仕留めないといけないボールだったんじゃないかなっていう球でした。この1球で、まあ、堂林としてはやっぱ追い込まれるまでになんとか打とうという気持ちが働きますから、際どい球も手が出やすいっていうね。そうなるとチェンジアップ引っ掛けでのダブルプレーっていうのも可能性が出てきましたね。首振りましたね。さあ、それでインサイド、おー、すごいな。さあ、ノイジーの肩、届かなかった、これは堂林お見事でした。はい、インサイドいい球いったんですが、外野まで持っていきました。いいゲームになってきましたよ、これは。これは菊池の
一塁から三塁の走塁、それと堂林のね、あの今のインサイド際どい球、これをなんとか外野まで持っていったというね、もう本当に個人の技量で、もぎ取ったって言ってるんですよね。ナイス2点目でしたね。あ、素晴らしい。行きましたね。でもこれが広島の野球ですよね。もう本当にあの僕らが選手でやってた時、カープも強かったんですが、もう本当にいつも走るっていう印象が強かったです。だからあのゲーム時々盗塁、まあ、9回の裏に完工して、アウトでゲームセットっていうゲームもね何回かありましたよ。でもここで行って次の1本のヒットで帰ってくるんだっていうね、そういう意欲を感じさせるものがあったんですよね。今の一つの盗塁はこれですよね。それに近いものがありましたよ。よく走りました。うん、これはボールでしょうね。際どいけども、いいコントロールしてますけど、なかなかボール球振ってくれませんね。インサイドからスライダー、よく今振りに行きましたよ、ね、インサイドからですよこれね、うん、よく振りました。球数97球、ちょっと多いですよね、今日はね。もうカープファンは、なんとかね、今日一つ、勝って、土日迎えたいですよね。珍しい長い、うん、長いですね。ちょっと迷ってますね。
か。はあ、際どい球、なかなかストライクは判定はないですね。99球、うん、フルカウントになるとボール気味の球でも振るんですよね。これが不思議と。ねえ、かなりコース外れてんでしょうけど、やっぱりね、フルカウントになるとどうしてもストライクが来るという気持ちになるんですよね。多分この回で大竹終わりそうですね。9回、次の回は大竹からですからね。うん。ちょっと休憩。さあ、踏ん張れるか。これだけコーナーはもうボールっていうふうに言われるとどうしてもね、ちょっと中には入りますよね。いや、もうこれ大竹ね、これ正念場ですから、すごい間が長くなってますよね。頑張りましたね。同点2対2ですね。よく頑張ったと思います。まあ、これで多分今日のお仕事は終わりでしょう。はい、浦和の関西人、力勝負インコース、そうですね、ストライクだったね。湯浅さん、ジャッジが辛いな。そうですね、3時のどんでんさん、まあこんなもんかって書いてますね。
はらちゃん、パイン飴売ってるよ。ね、パイン飴ね、売れましたね。はい。琥珀さん、頑張ってくれました。はい。最後もね、これ空振り取りましたけども、コースは思ったよりはちょっと甘めにはいってるんですけどね。でもやっぱり気迫ですね、この辺りは。はい、わあすごい。3時のどんでんさん、秋村さんは元広島のドライチだから辛いわっていうふうに書かれてますね。まあ本当元野球選手が審判になってる人多いんですよね。まあ島田さんにしてもそうですしね、いろいろいますね。お代打渡辺亮ね、もうちょっと今年活躍するかなと思って期待してましたけども、まあ、出番も少なかったのもあるでしょうか。なかなか結果が出なかったですね、この渡辺はね。大竹、今日は5回で105球投げましたね。7安打、3奪三振、1四球、2失点。まあ大竹投手、今日は調子あまり良くはなかったけれども、やっぱストライクゾーンも辛かったですね。ちょっと辛かったですね。そういうものもあって、苦労しました。はい。まあ、これは徳田投手もですね、かなり、まあ厳しいピッチングになってるわけですよね。こうやってストライク、ボールがちょっと今日は多いんでね。はい、まあ、先頭打者歩かしだけはやっぱりね、したくないということで、これは勝負きますからね。秋山のポジショニングがね、いいところにいますよね。まあ、左対左、大体センターから見るとレフト方向に飛ぶ確率の方が高いっていうね、そういう予測ですよね。そういうところでいつもちょっとこうレフト側に守ってるというね。うん、もう落ち着きのない見逃しなんですよね、今の1球も。まあいいボールですけれども、これはどこもいつまで続けるのかなっていうね。さあこっからですね、結局5回終わって2対2。まあこっからですね、どうなるか。まあ、ゲームが始まる前に今日は、3点勝負、3点取ったチームが勝つんじゃないかなっていうふうに、お話ししてスタートしたので、次の1点、これがもしかするともう今日のゲームの決勝点になるっていうふうな意識で、ちょっとご覧いただいたらどうでしょうかね。もうあと4イニング、まあ、延長戦もありますけれども、そうやって考えると次の1点勝負、そういう気持ちでね、見ると面白いと思います。尺
主役のダボハゼチャンネル、気がついたら7アンダーもされててビビる。荒垣優、今来ました。こんな贅沢な解説な無料でいいんですかっていうか、なかなか解説になってますかね。やっぱり10勝トリオも CS になると力が入るというか、シーズンとはやはり球数も多くなっていますね。緊迫感があっていい試合です。トラさん、はい。塚田和弘さん、忘れてました、すいません。あ、違う、これは違う、これは違いました。今うちの家内はですね、もう60、もうすぐ4になるんですかね、64になるんですけれど、マスターズ陸上、それで今短距離の練習とかしてるんですよね。で今日今マッサージに行ってるというね。まあ年齢でよく頑張ってるなと思います。朝原君でね、短距離の同志社出身の僕の一応大学後輩になりますけど、大阪ガスに学校から近いので、そこのグラウンドで練習したりいろいろしてます。ね、いくつになってもなんかこうね、楽しみを持つっていうのは非常に大事だと思いますね。まあ僕なんか膝が痛いとか、まあ心臓をね、心アミロイドーシスっていう、国難病指定という患者になりましたけど、それでも運動はしてますし、まあ特に普段と変わりなくやらせていただいてます。もう気がついたらいい年齢になりましたけれど、それでもやっぱり楽しくね、こうやって過ごさせていただいてるっていう、こうやって野球見るのが本当に楽しいですね。まあ毎試合こうやって本当にロースコアの1点を争うゲームなので、もうワクワクしながら見てますけれどもね。はい、ガンガンビタミンさん、テレビと違って本音解説が聞けて面白い。ああそうですか、やっぱ本音もっと本当はね言うんですけどね。うちの家内が横にいるともうボロクソ言ってるんですけど、はい。富田正宏さん、オリックス 0-0 みたい。あ、 0-0 ですかね、ちょっと見てみましょう。オリックスがアドバンテージ含めて2勝、ロッテが1勝ですね。あ、0対0ですね。6回の表、角中からですね。角中いいバッター、はい、そんなとこですね。はい、まあ、また後で見ましょう。アッキー、朝原さん懐かしい。あ、朝原君も元気にやってますよ。はい、りょうさん、僕も同志社出身です。朝原君の奥さんが奥野文子ちゃんですからね。奥野文子ちゃんとは関西テレビで、彼女が、選手引退してすぐの時に、僕のアシスタントやってくれて、一緒にタオチャンネルっていう、タオチャンネルじゃない、何やったっけ、タオスポだったっけ、週刊タオスポ、タオスポっていう番組をね、4年間ほどやりましたかね。そういう思い出がありますね。あ、アッキーさん、朝原さんの奥様は確か奥野さんでしたよね。そうですね、奥野です、奥野さんですね。足の筋肉すごいもんでって、僕の足の筋肉ですか、まだありますか。そうですか、うん、やっぱりちょっとはウェイトトレーニングもしないといけないなと最近思い出しまして、まあ、いつも自転車はでは走ってるんですけど、この周りをね、ウェイトトレーニングをちょっとやらないといけないな。ちょっと左のお尻の肉がちょっと右と比べると小さくなってますよって言われたんで、気になって、やろうかなと今思ってるところです。藤永さん、タオさんが注目している選手は誰ですか。ですか、そうですね、誰ですかっていうか、今回は木浪が僕がキーマンになるのかなっていうふうに、まあ、プロ野球ニュースでもお話ししてましたので、まあ、木浪、これまたどうでしょう、7回ぐらいに回ってくることになるんでしょうね。この辺でどういう結果が出るのかなっていうのは、まあ、楽しみは見てます。あとカープの方はやはりプレッシャーの中で、まあ、床田がどこまで投げるんでしょう。床田の後を投げるピッチャー、リリーフピッチャー、いいピッチャーずらっといますけれども、やっぱりプレッシャーのかかる中で投げるんでね、
普段通り投げ切れるかどうかっていうのがまあ気になるところですよね。タイガースはこれ2番手キリシキが出てきましたね。このキリシキはやはり立ち上がりボールが浮くとちょっと怖いピッチャーですね。浮いてしまうとちょっとフォアボールが出るピッチャーなのでね。おお、いいスタート。こういうボールがさせた1球目できたらまあ大丈夫かなという気がしますね。キリシキはドラフト3位でしたかね。でもいいピッチャーが入ってきたねっていうことでね見てたんですけれども、やっぱり根性のありそうな顔してますよね。ハートの強そうなね。今の球はちょっとツーシーム系でしたか。あの球はね、左バッターすごく嫌なんですよね。体に寄ってくる球、これが投げられる左ピッチャーは嫌なんですよ、左バッターは。今の同じ球、これまっすぐだけどちょっとシュート気味なんですかね。さあ歩かさずに仕留め切れるかどうかですね。秋山もどちらかというと右のこの肘腕がやや伸び気味のバッターなんで、基本的にはインサイドは得意なバッターではないですね。やっぱりここはフィッとこう余裕のあるバッターの方がインサイドは軽く対処できるんですけども、ちょっとのやや伸び気味のバッターなのでどうしても難しくなっていきますよね。あ、今日そうでもないか、ちょっと伸びるね。やっぱりちょっと伸びますね。抑えましたね。やっぱ先頭打者を抑えるとホッとしますよね。この坂倉もね、こうやって右肘がやや伸び気味のバッターですから、今のインサイドいい球なんですけども、まあ、詰まってはいるんですけどなんとかヒットにするっていうね、まあ、この辺がセンスなんでしょうね。まあ、自分でも多分インサイド投げられる可能性大だなっていうのはね感じながら打席立ってるはずなんですよね。今の空振りを見るとあんまりボールは見えてないなっていうね、空振りですよね。まっすぐ一本待ちで待ってたっていうようなね感じの空振りでしたね。うん、これフォークですね。床田はまだ投げるようですね。打席立ちますね。遊び玉なし、三球三振、ね、ああナイスボールです。一球遊び玉来てくれるとですね、次またフォークが来るだろうなっていう予測もできるんですが、これ遊び玉なしで来るっていうとどんな球種も来るわけですよね。だから絞ることが非常に難しいんですよ。だから僕らも遊び球投げてくれると次の球ちょっとまた山張れるんですけど、そうはいかなくなるんですよね。今日ゲーム長いですね。もう8時になりましたね。
キリシキは、おとといか、昨日は投げてないですね、おとといもね、投げて、7回の表投げて、坂倉、田中、そして堂林、これ三者三振に仕留めたんですよね。やっぱり同じアウトにするにしてもこれ三振3つ続けるっていうのは、チームにとってよし行くぞっていう気持ちになりやすいんでね、まあいい働きしてますよね。この回も3人で抑えました。いい働きしてます桐敷。さあ、皆さんのコメントまた読ませていただきます。ガンガンビタミンさん、うわー桐敷すげーすげーですね、本当にいいピッチングしました。トラキシさん、キリシキ投手今日もすごいですね、本当に安定してます、頑張れ田淵君、日本シリーズもやってくださいお願いします。ああそうですか、もしご希望があればまたね考えさせていただきますけど、大した面白くないなっていうんだともうねやらなくてもいいかなと思います。誰か横にいてくれるとね喋りやすいんですけどね、もううちの家内にでも来てもらおうかな、あるいはまあいろいろ考えましょう。ずらっと言いましょうかね、アッキーさん、キリシキ投手が今年リリーフですが来シーズンは先発ないです、なんですかって書いてますね。これは分かりませんね、やっぱりチームの編成上尾形監督がどういうふうに考えるかですよね、はい。中川雅夫さん、このシリーズキリシキ投手が抜群の出来ですね、本当そうですね、工藤さん、自信を感じますキリシキ、はい。浦和の関西人タオさん、ファンの球団ありますか、阪神ですか、僕はやっぱ気になるのは中日頑張ってもらいたいなと思いながら見てます。去年今年とね2年連続最下位食らってますので、まあ9年間一番長くお世話になった球団ですので、ちょっとドラゴンズなんとかしてもらわないとっていう気持ちで、見てます。やはりねこうやって上で争えるようなチームになってもらいたいな、そういう気持ちはありますね、はい。トラさん、キリシキ完璧です、本当良かったですね。新一、寺澤さん、タオさんがスパチャしてくれてますよ。スパチャっていうのは何ですかね、スパチャ、あ、トラさんがスパチャ、すいません僕はあんまりわからないんで申し訳ないです。湯浅さん、いや画期的で面白いです、ありがとうございます。タオさん、千代宇野さん、タオさんはじめまして、新垣優さん、辰川さんを隣に、辰川ね、辰川がいると面白いと思いますね、もう間違いないってすぐ言いますから、間違っててもそれが面白い、まあ、あんだけ言えるのも一つ面白いなと思いますね、はい。さあゲーム始まります。この回は3番の森下からですね、まずは抜き玉からでした、チェンジアップですかね、はい。外からのスライダー、やっぱりこういうふうにどんどん終盤になるにつれてなかなかインサイドズバッっていうのが減っていくわけですよね。こういう大きいのが打てるそういうバッターに対してインサイド要求がだんだん少なくなっていく、これしょうがないですよね。この一発、ここでしたね。この一発、ワンボール、ツーボール、ワンストライクから甘めのまっすぐ、これファールした時点で僕はもう負けたと思うんですよね、森下、この打席は負けたな、あれで仕留めないとっていうね、まあ、そういうことになります。もういいピッチャーにかかったらやっぱり1打席で本当に甘い球来るのは1球ですよ、1球来るか来ないかですからね。今2ボール1ストライクから甘い球が来たんですよね、それでをファウルしたらもうおしまいなんですね、はい。
あとはもうなんとかもがきながらその打席をクリアしていくということになっていくわけですね。さあ大山、ちょっと打ち損じましたね。いやー四つ相撲ですよ、これもう全く四つ相撲、はい、本当にこれ次の1点で決まるようなそういうような展開ですね。こういうところ時の佐藤輝明はもう相手チームは怖いですよね。えやっぱり飛距離持ってるバッターは状況関係なく怖いですからね。今日は2打席連続レフト方向に打ってるんですよね。そこにきっちり当たれば入っちゃいますからね。お、切り式続投。さあこのカウントですね、3-1。何に山を張りますか。スライダーかな。まっすぐ。ほう、これも甘かったですね。3-1まっすぐ振りに行ってファウル。この1球でまあおしまいっていう感じになるんですよね。フォアボールでも取れるかどうか。ああ打ちましたか。ああ素晴らしい。まあ佐藤輝明からすれば軽打っていう感じに見えましたけども、まあでもね、ツーアウトからこうやってランナー一人出ることで今のタイガースはまたそれをですね点につなげていくっていうねことが多いですから、まあ、相手からすると本当怖いチームになりましたね。佐藤輝明の状態は、まあ、ヒット打つ打たないに限らず今いい状態なんですよね。だから本当に期待の持てる打席、そういうふうな気持ちでずっと見てるんですけどね。さあノイジーさん、また悪いこと言った方がいいかな。もう外野手はすごい後ろを守ってますね、はい、もう一塁ランナーをホームにやらないっていうね、そういうポジションですね。ちょっとスルメ、スルメくたぶるとちょっと長いか。スルメはやめとこう。うん、僕見てます。振りに行きましたね。まあ、ノイジーのバッティングっていうのはどちらかというとこう回転で打つバッティングではなくてぶつけていくバッティングなんですよね。ですからレフトの方向に速い球をグワーンと巻き込んで打つっていうバッターではないのでね、そういう期待はあんまりないんですよね。
どちらかというと宇宙間方面、右方面に、うまく打つことが多いバッターですよね。まあ、これフルカウントになったので、一塁ランナー走るっていう状況ができました。ですからちょっと飛ぶ場所によったらですね、一気に得点っていうことが、まあ、考えられるカウントになりましたね。まあ、これノースリーからやっぱ振ってきてるバッターですから、これバッテリーはかなり警戒しますよ。うん、いろんな球見てますからね。僕なんかもこうやって粘って粘っていろんな球種をファウルしてた時っていうのは、だいたい打てそうな気持ちで打席立ってるんですよね。だからその、まあ、スイングしてそれが偶然いい当たりしたけど正面ついたとか、そういうことはありますけれども、まあそれなりの打席になることが多いんですよ。よく見ましたね。まあ、これはもう徳田もちょっと投げる球に困って、最後もうボール際どいとこっていう形になったんだと思いますね。さあここでまた坂本来ましたけども、僕は坂本この4回のタイムリーで今日の仕事は終わったよっていう言ってしまいましたので、もうこの場面でもし打てなくてもしょうがないと僕の中では思ってます。だからもし打ってくれたらラッキーっていう感じですけどね。だけど、まあ、そんなに大きな期待をせずに、坂本はもう今日はノルマ一つ達成しましたので、はい。まあ、だけど打率は高くはないんだけど、なんか坂本って打ちそうな気配があるんですよね。まあ、今年あのキャンプの時点で坂本君とね話して、坂本の、この頭の位置がちょっと前に行くことが多いんで、この頭の位置をもう少し右の腰の上、ここにこう置く意識がちょっとあるとバットヘッドがすごい走るんだよって話はね、したことがあるんですけどね。ちょっとこう頭が前に行きがちのバッターなんですよね。これもボール判定してくれるんで楽ですよね。もう本当に初球、これをストライクかボールかって言われるだけで、まあ、ストライクと思って見逃したのをボールって言われると、これは楽になるんですよ。あんたまた来たの。これもボールですね。まあ、低いっていうことですよね。まあ、どこだいい球は投げてはいるんですが、さあこうなると、まあ、坂本このカウントはよくもう見逃すんですけど、ここはちょっと積極的に行ってほしいですね。今度ストライク多分取りに来ると思いますので、これはしょうがないですね。タイミング外れました。いいボールでした。さあ次な、あ、また外ですか。そうですか。ちょっと引っ張りに入りすぎる嫌いがありますよね。やっぱりいろんな抜き玉がありますから、どちらかというとセンターからやや右っていう意識で、立つともっと打率は上がると思うんですけど、どうしてもちょっと引っ張りバッティングが多いんでね、
あ、落ちたか。落ちましたよ。これサードアウトなったの？これはもったいない。これはもったいない走塁しましたね。つけましたね。でも今ね、インサイド寄りの球だけど引っ張らずに、聞こえたのかな。いや坂本いい仕事しました。まあでもノイジーの走塁はいただけませんでしたね。ああいうところでね、無駄にアウトになるのは、まあ1点取れたからみんなやったと思うんだけど、本当は次の点も取れる可能性があるんでね、もったいないんですよ。いやー坂本この3点目、僕は本当にこれ決勝点になる確率の方が高いと思ってるんで、大きな点が入りましたね。さあ皆さんのコメント見てみましょう。アッキーよっしゃー、大工藤さんなんて当たりだ、いい当たりでしたね。ノイジー走らんでよかったんちゃう、サクサクサクラさん、岩佐さん坂本いい仕事した、ラリフェイモス、ファモサルーガルガラオ、わかりません。ガンガンビタミン坂本素晴らしい、ドラ坂本渋いラッキータイムリー、新垣優最高のポテン、藤永大地今のノイジーの走塁は勝つです、そうです勝つです。工藤さんノイジーの走塁が後にどう響くかね、え本当にこれ簡単にアウトになっちゃいけない場面でしたね。鈴木一塁に残っときゃね、木浪ですから可能性あったんですよね。アッキー坂本捕手 MVP ですかね、まあ現状そうですね。タオさんのアドバイスが坂本捕手に届きましたねって書いてますね。本当にそういう感じでおっつけに行ってくれましたね。3時のどんでん、タオさんは MVP 誰がふさわしいと思いますか。これまだ分かりません。どっちが勝ってるか勝つかはまだ分かりませんのでね。あと3回、はい、さあゲーム始まりました。いい球ですね。ワンボールワンストライク。まあ1点取ってもらったことで切り引きが力まなければいいですね。はい、いつものような気持ちで、投げ切れるかどうかですね。やっぱりあのボールの勢いがあるんでしょうね。まあここへ来てのリリーフ陣見るとですね、まあ、石井で島本がね、昨日はちょっとね、ダメでしたけども、ブルワーが来て岩崎が来たんですね。その前は、霧式が来て、やっぱり石井島本岩崎ですよね。この順番で大体来てますからね。まあ、島本をどうするかはまた別にして、これいつも通りのパターンで来てるなっていう感じですね。やっぱりあのボールのまっすぐの勢いがあるんで、こういうね変化球ボール球、これにもバットが出てしまうんですね。途中まで多分まっすぐに見えてるんですよね。
この切り式の怖そうな目、ああいう時はいいんですよ、大体ね。うちの家内なんかも、僕は選手の頃、あの目が怖そうな目の時にはよく打ったって言ってました。なんか目が優しい時はほとんど打たなかったっていうね、そういうふうに言われたことがありましたね。お、うわー、なんでボールっていう感じですね。これがボールか。はあ、厳しいわ。お、今度は高いってことだよね。厳しいね、これは。ストライクゾーンがあんまりにも狭い。まあほとんど今ど真ん中行ってますよね。もうしょうがないですもんね、あれだけボールボールって言われたら。まあ、僕らはもう国際試合、いろんな大会で、まあインターコッチネンタルだとかワールドカップだとか、あとアジア大会か、そういうのでコーチで行きましたけどね、もう審判ひどかったですからね。これもボール、ことごとくですね。これは厳しいぞ。まあ今のは厳密にはボールでしょうけどね、まあでも2ボール目の球はストライクだったんじゃないかな、普通どっかでね、審判もわあれちょっと悪かったなって思うと、際どいとこをストライクっていう時もあるんですけど、今日は言いませんね。最後まで際どいとこはもうボールですね。これはもう 両軍のピッチャー苦しいと思います。よくこの点差で、点数でしのいでるなと思いますね。これまあ一回坂本をこうやってね、マウンドの方行きましたけど、これいいと思いますね。もう本当に際どい球を何球もボールボールって言われてると、もうね、なんか切り式も孤立してしまいそうなとこなんですけど、そこ一回行って話しかけて、それでさあもう一回頑張ろうっていう形でね、まあ仕切り直しですよね。はい、ナイスボール。ああいうちょっとね、間を置くことでまたこういいものが出てきますからね。もう一球インサイド。お、外行きましたね。インサイド要求が外、逆球でしたけど、まあボールの勢いはありますよね。はい、ナイスボール。
まあ、あの追い込まれた後の小園はもうインサイド寄りの球でもどちらかというとセンターから逆方向そっちに打とうという意識であんまり引っ張るっていう意識はもう捨ててるような気がするんですよね、ずっと見ててだから外に甘めに行くのが一番怖いですよね。だから外その代わり外はボール気味でも振るかもわかんないですけどね。もう一球インサイド、これが坂本ですね。これも甘くは言ってんですけどね、ボールがすごい。うわー、ほとんど真ん中ですけどね、でもまあボールの勢いが勝ってますよね。すごいですね。もう甘いまっすぐ待って、まっすぐ待ってて甘いまっすぐが来て打てなかったらこれもうバッターはね策がないんですよね、うん、それぐらいの球を投げるピッチャー中にいますからね。んちょっといるの、何か、あ、おやつがあったか、おやつね、はい、ちょっと待って、この回終わってからね、はい、ちょっと待ってね。大林がね、この前の打席では際どいインサイドの球を犠牲フライしましたからね、このケースでどうでしょう、野間走ったらすごいですね。走ったらすごいけど、うん、難しいよね。スライダーのように見えますけどフォークボールなんですよね。そんなに落ちてないんですけど、まあ、スプリットのみたいなそういうような頭ですよね。このまっすぐをまだきっちり捉えてるバッターがいないですよね。コースも、まあ、今のは外寄りでしたけど甘めに行っても捉えきれてないっていうね、このボールの勢い、これすごいですね。落とすかな。ナイスボールですね、今のも。キリシキナイスピッチングでした。この2イニング素晴らしかったですね。はい、ではワンちゃんのおやつタイムです。はい、おやつ行こう。はい、はい、あまちゃん、ちゃちゃん、ちゃちゃんおいで。はいはいはい、はい、あま、はい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 、はい、ちゃちゃ、ちょっと待ってよ、ちゃちゃね。はい、はい、ちゃちゃ、はい、ちゃちゃ、ちゃちゃ、はい、はい、うよーしよしよしよし、はい、ハムちゃん、はい、よしよし、はい、はい、どうぞ、はい、どうぞどうぞ、ちょっと休憩です。よっしゃ、
さあ、皆さんのコメント。はい、キリシキ、ナイス買いまたぎ、イエタマ、気合いしてます。千代のさん、ワンコかわいいですね。ありがとうございます。3匹います。岩佐勝利さん、ワンちゃんもラッキーセブン。はあ、もうラッキーセブンですね。そして、そうか、みんなおやつ食べれたからね。はい、猫柳さん、うん、8回は阪神、誰が投げますか。あ、8回ね。8回はね、この状態だとやっぱり石が、まあでも 3連投になりますよね。ちょっと待ってください。今日のゲーム、今日のベンチ入りは、今日のベンチ入りピッチャーは、から見ると島本、カジア、石、ブルワー。うわあ、そうか、石井かブルワーじゃないですかね。石井かブルワーじゃない、あ、西川からか。西川からだと左一つもしかすると挟むかも分かりませんけど、もう頭からどちらかで来るんじゃない、石井で来るかなっていうような予想をちょっとしております。ん、あれ、ちょっと待って、知らない間に木浪がレフトヒット打ってたんですね。皆さん知ってたんですね。申し訳ないです。木浪がレフトでヒットですね。そして、代打の小畑が送りバント成功ということですね。はい。はいはい。まあ、この状況はもう僕の中ではですね、この3点目、6回裏に入った3点目、これがある意味決勝点になるかなっていうふうな見方をしておりますので、その後このもし追加点が1点でも入るとなると、これはかなりもうね、タイガースそのままいっちゃいそうな、そんなところなので、まあ、ここはカープはなんとか頑張らないといけないっていうね、もう正念場ですよね。でも実は3イニング、まあ、勝ってるチームの3イニングってめちゃくちゃ長いんですよ。特に7、8、9回、この3イニングはですね、前半の6回に匹敵するぐらい比重があるわけですよね。ですからこの3回、あ、もうでも7回終わってるから、あと2回ですね、うん、この2回か、2回ってことはもう4イニング分ぐらいのちょっと比重があるので、大変っちゃ大変なんですけど、だけどもう、まあ、この初戦からの流れを見てるとですね、やっぱりこれタイガースのゲームなのかもなって思いながら今見てます。これ申告敬遠したんですね。もうちょっと今見てないうちに動いてましたね。まあこれ中野も多分またボール一球は、おお、一球は見逃すと思ってるんですが、矢崎の方がですね、これストライク入ってないですね。もう一つはストライク取れると思うんですよ。中野打たないんで。ファーストストライクはね、ファーストストライクは見るんですよ。だから多分ここも見ると思うんですよね。たまには甘い球は打ちに行ってもらいたいんですけどね。
おらららら、あらららら、スリーボールになっちゃいましたよ。多分もう一つ振らないんじゃないでしょうかね。そういうパターンが多いんでね。際どい球はボールですね。これは大ピンチになりましたよ、カープは。まあ去年まではですね、こういう場面で外野フライでもっていうところで、打てないで終わってしまうっていうパターンがまあまあ多かったんですけど、今シーズンは案外ね、このこういうところで手にしてくれるんですよね。まあ、森下はこういう場面は多分思い切って振りに行くと思いますので、まあ、ゲッツーもありますけど、大きいのも期待できるというね。これも初球勝負ですよ。フォアボールの後の初球、決めきれませんでした。あんた何してんの？なんか落ちてたの？お、かなりコントロールは今日乱れてますよ、やさぎね。おお、おかえり。まだ7回裏です。あらららら。どうなの今。あ、勝ってるやん。3対2。今日はもう3点勝負だと思ってるんで、この3点目タイガースが入れたのでね。うん、ちょっと、うん。あらら、ストライクが入らない。この 3-1 カウントはあのストライクボールの見極めがすごくできるんで、ここはもうとにかく甘めのストライク、とにかく積極的に振りに行くっていう気持ちでいいと思います。見逃すっていう意識を持たないでね。あら、これは想定外でしたね。押し出しか。あらららら、押し出し。フォアボール3つ、まあ1つ深刻だけども、ちょっと深刻な問題やね。深刻な問題だね、確かに。これはちょっと予想外でした、この1点はね。すいませんっていう感じで交代ですね、じゃあ今日決まるかもしれないんだ。いや、もうこの1点でちょっと決まった気がするな。広島ファンの人もね、広島はね、カープもなんとかね、一矢報いたいっていう気持ちで、ね、うん、いるんだけど、ちょっと厳しくなってきました、これはね。ただいま、ありがとうございます。おやつあげた。あげた。今あげたばっかり。7回のラッキーセブンのおやつあげました。
このベンチの一体感っていうのがすごいですよね。もう本当にみんなが一つになってるっていうようなものを感じさせる表情ですね。ここで大道持ってきましたね。まあ今やっぱり大道島内こっちがやっぱり状態はいいと思うんですよね。最初に大道だったかなっていうのを今感じるとこでしたね。じゃあこの間をちょっと利用して皆さんのコメント、はい、虎吉さん、もう大山さんでとどめ刺しちゃってっていうのに来てますね。山田さん、ピッチャー交代でしょう、交代でした。不動さん、甲子園球場の熱狂、いやすごいと思います。この前僕行ってね、本当にこんな歓声があるんだなっていうぐらい大きな歓声でしたね。本当は今日も甲子園に行ってみてもよかったんですが、今日はこれをちょっと考えてこっちを優先しました。陽さん、阪神で決まりですなって書いてますね。まあそんな流れですよね、はい。ガンガンビタミンさん、阪神球団としてはもう 1,2 試合開催して稼ぎたいだろうに、まあそんな余裕はなかなかね、ないと思いますけれど、まあ日本シリーズに出られればまたゲームができますから。さあゲーム始まります。バッター大山、ワンアウト満塁。ワンアウト満塁、うん、また入るで。まあこれってね、ピッチャーが変わった初球でボールから入ってくれるとバッターはすごく楽になるんですよね。まずボールの勢い、そういうものを見ることができる。そして、ストライクカウントはゼロなので非常に楽ですよね。もう次はまっすぐ一本待ちですよ、はい。まっすぐ一本待ち、もうここで変化球来てしょうがない、しょうがないっていうか見逃しゃいいだけなんで、もうまっすぐの甘い球一本待ち。うわーど真ん中。大山振りませんでしたね。うわー。際どい球ボールですね。こうなるともうやや高め待ちっていう感じになっていきますよね。今の低めのところはもう振らないで、やや高めに目線、まあ照準を合わせて振ったらフライになるっていうようなボールを待つっていうことですよね。これ、あー決めきれず、内野フライか、内野フライと三振だけはっていうところでしたけどね。あーやっぱり、まあ、本調子じゃないのかな。誰かホームラン打ったの？ホームランは誰も打ってません。あ、そうなの、打ってません。フォアボールがこの回ね、出たからね、2つ。あ、押し出し一つ出たからね。申告敬遠入れると3つフォアボール出てるからね。そっかそっか、うん、
さあ佐藤輝明、調子のいい佐藤輝明。11打数2安打ですが、凡退の内容は悪くないというね、そういうところですね。この数字に惑わされずに、まあ、だから凡退って3割バッターでも10回のうち7回アウトになるんですが、この7回のアウトの内容、これがいいか悪いかなんですよね。うわー、いい球、ナイスボール。今の見逃しは僕は気に入らない見逃しなんですよね。ボールに対してふっと寄っていく見逃し、これはね、僕はあんまり好きじゃないです。見逃した時ここで待ってる、こういう待ち方をして見逃してくると、あ、これはいいなと思うんですが、今のはふっと寄っちゃったんですよね。あんたずっといるね。風はもう今ないですね。無風。言ってた通り3点とか4点のあれだね。3点勝負だと思ってたんでね、うん、すごい。今4点目が入ったからね、阪神に入りすぎちゃった入りすぎってことはないんだけどちょっとこの2球2ストライクの見逃しが全部ちょっと寄っていってんですよね。ミートポイントにね、ミートするポイントにふっと寄っていった見逃ししてるんで、あんまりいただけないなと思って見てます。あの高さはね、なかなかヒットにできる高さじゃないので、まあ、こうやってファールできてよかったなっていうところですよね。まあ悪い時はもうあれで終わってますよね。これも際どい球きました。よくファールでしのぎましたね、うん、ああこれはよくしのいだですよね。5球全部まっすぐ、ね、変化球なし。スライダー、これもいいコースですよ。まあ、いいコースですね、うん、なかなかヒットゾーンには持っていけない。これはいい球が続いたな あ、ファールか。ファール。うわー、すごい当たり。満塁ホームランかなと思った。うん。ちょっとの差。
やっぱスイングは今いいな、シャープですよ。ぐわーちょっと早かった。本当だね。うん。うわーちょっと早かっただけ。これは勢い変化球が来るだろうね。ここは一球変化球半々ですよね。もう変化球確率高いと思うね。これはもうしょうがないよね。一球変化球きます。さあこの後です。スリーボールにはしたくないね。かといって甘い球いくと今やっぱり触れてる佐藤輝明というところで、これバッテリー悩むとこですよ。あ、しのいだ。大道しのぎましたよくしのいだと思いますよ。今ね頑張ったと思います。はい、はい、お腹空いたかなと思って。あ、空いた。シューマイ買って食べながら。ありがとう。 あれどかそうか。ん、 お菓子を。あ、ありがとう、ありがとう。はい、つまみながら頑張って。おいしい。配信頑張ってね。まあなんとかカープこれ首の皮一枚ね、繋がってるっていう状態ですよね。1点は取られましたけれども、まだ2イニング。さあ誰が来ますか。3番手何物はある。いっぱいある。さあ皆さんのコメント、なんかだんだん皆さんのコメントを見るのが楽しみになってきました。あ、そうなの。うん、あ、こういう感じでやればいいんだなっていうのがね。うん、初めてだからね。そう、うん、カープ側はヒヤヒヤかな。カーブ、あー、トラ吉、三者残塁。そうでしたね、アッキーセンターフライ。はい、琥珀さん、三者残塁か。はい、ガンガンビタミン。シューマイいいなシューマイいいですね。そう、食べないとね。はい、うん、美味しいです。成城石2点で逃げ切れたらいいけど、ノブヤン。3時のどんでん、佐藤、これはしょうがない。四球選ばん、大山が悪いよって書いてある。まあ悪いはなかなかね、みんな一生懸命やってるので言いません。はい、高尾さん、いい奥様ですねって来てるよ。あ、うん、阪神ジュニア、ありがとう。大竹の今日の点数いくつ。大竹今日は苦しみましたね。まあストライクボールの判定もありましたからね、一概になんとも言えません。まあよく2点で収まったというところじゃないですか。そんな感じでしたね。ああ、あれから打たれたんだ。うん、私がいなくなったから。そうそうそう、やっぱり際どい球がね、やっぱりボール判定されるんでかなり苦しい、どっちのピッチャーもね。うん、うん、やっぱり利き手が欲しいって書いてるな。うん、そうか。うん、いやいや、よく知ってるからいけるかも。温かいうちにシューマイを召し上がりくださいって書いてる岩佐さん、ありがとうございますありがとうございます。トラさん、奥さんお帰りなさい。ただいま。明るくて素敵な奥様、阪神と共に応援していますってありがとうございます。スターフォアチョコ、まさかのライブ配信ありがとうございます。あ、まさかですよね。僕もまさか自分でやると思わなかったんで、はい、ダボハズチャンネル。カープの先発陣が本当出来がいい。あ、なるほどね。ふみふみさん、オリックスも先生。オリックス先生しましたか。そうですか。見なきゃ見なきゃ。ちょっと見ない。あ、岩佐が来ましたね。お、岩佐が出てきました。ではゲームの方行きましょう。
これどうだろう、ワンポイントでいくのか、それとも上本の後また秋山ですから、この回はもう岩貞で行こうっていうことですかね。まあ、岩貞でワンポイントっていう使い方は多分しないと思いますけどね、よっぽどだよ、ね、うん、コントロールが悪くない限りね、うん、コントロールね、たまにあるから、うん、うん、今回はこれは水だ、スライダー、カットボールかな。今の振ってくれって言ったんじゃない、うん、そうね、見逃したらボールだよね、うん、うん、やっぱこの回は岩佐でできますね。さあ、上本本当よく来るね、本当今日よく来るね、それ増えて何言ってんの、何言ってんの、15歳になってるんですよね、もうだから半年おじいちゃんですね、おお、末金が準備してますね、秋山のところ出てくるのかな、一人出たらね、やっぱり末金一発がありますから、うん、出ましたね、出たね、これは二塁だ、止まった、やっぱりノイジーだから止まりましたね、うん、これね、やっぱり一塁へ止めとくっていうことは次のバッターでゲッツーがあるからね、だからそういう点ではこれ二塁に行かれて、まあこのランナーが一塁ホームまで生還してもまだ1点リードなので、いいんですけども、これ一塁に止めるってことは本当にダブルプレー狙えるので大きいんですよね、このプレーはね、はい、あ、二塁か一塁か、あ、これでピッチャー交代、あー、やっぱりね、まあ、そこまで今状態が良くないっていう判断でね、決断早くなって、うん、いや、まあいいピッチャーがいっぱいいるから、まあそうだけどね、うん、もうこういう短期決戦はね、やっぱり長く投げさせてあんまり良くないんですよね、うん、石井か、石井ですかね、いや、カジヤは来ないでしょう。あ、やっぱり石井、うん、やっぱり石井ですね。カジヤはね、やっぱりちょっとボールが多いからね、今。怖い。石井が来ましたね。はい。じゃあちょっと間を見て、この皆さんと。シューマイ食べて。K.O. さん、おお、あれがシングルヒット、そうですね、普通だったらもう二塁打ですもんね、ジェフ・リンさん、ノイジーミサイル、ノイジーの方はね、もともとメジャーでも強いっていう評判でね、まあサードだと思いますけども、外野でも頑張ってね、守備では本当貢献しましたね。
奥様と会話しながらの配信、和んでいいですねっていう風に。和んでますか。スタースタ、え、なんていうか、スターホワチョコさんから。はい。琥珀さん、シューマイは玉ねぎ使ってるから犬猫には毒ですよ。あげません。犬にはあげませんので。はい。はい、あげちゃダメよ。あげませんよ。自分で食べますよ。そうそう。うん、あ、ナリちゃん、何してんの？何、ゴミ箱あさりしてる。TK さん、ナイス系統、さすが岡田監督って書いてますね。デュアル大佐さん、石井なら安心って書いてますね。あ、まあ石井、今年よく頑張ったですからね。岩佐さん、タイガース投手陣豊富だ。高尾さん、タオさん、ノイジーはファンに人気あります。レフトスタンドに見に行って分かりましたって書いてますね。ああ守りはいいですからね。ノブヤン、読売コマーシャル多すぎる。あ、民放の方は読売で見てるんですね。はい、腐敗さん、奥様、普通に野球の話ついて言ってますね。最近うちの家内野球よく見てたんですよ、今年は。見せられてたんだよ。見せられてたんじゃなくて、だんだん好きになって、僕がいない時は見てたって言ってたじゃん。気になっちゃう。ね、さあ、変わりましたよ、末金と石井の対戦。はい。うまく打った。あ、うまく打ったけど、うまく取りましたね。うん、はあ、やっぱり中野さんうまいね。うまいよね。ね、うん、一歩目なんだよね。一歩目ポンポン動けるかどうかでね。あ、うん、うまく打ったんだけどね。今一抜いか抜いたと思ったけどね。抜けたと思った。取ったんだこれ。プロ野球選手みたいだね。すごい、プロだ。プロだね。うん、それかね、うまく打ったけどね、今ね。石井さんラッキー。いや、これはやっぱりね、うん、いい当たりされましたからね。さあ、坂倉。うん、まあ、ここも一発の打てるバッターなので、このインサイド要求は多分なかなかできないと思うね。まずは外から入っていって、うん、まあ、追い込んでのインサイドっていうのはね、うん、あるんだけど、やっぱり最初からインサイドは攻められないと思うね。コントロールがきっちり来てくれればいいんだけど、コントロールよくね、うん、甘くいった時が一番危ないんで、そっか、うん、どうしても外中心になりますね、この2点差でランナー1塁はね。2点差と3点差でさ、全然違うの？ 3 点差だとね、うん、やっぱワンチャンスでなかなか追いつけない。そっか、うん、やっぱりチャンス2ついるんでね。2点差だとこうやって1人出たらもう追いつける可能性が出てくるから ね。ここはもうあの外へのまっすぐとあの抜く球ですよね。中指と薬指の間からこう抜く球、このどちらかが中心ですよ。もうこれまずまっすぐね、うん、外。すごい、パパプロみたいじゃん。いやいや、もうだって普通に考えたらそういう配球しかないのよ。そうな、うん、追い込むまではね。なんでわかんのと思う。いや、何十年野球やってもう60年以上役やってるんですからね。
こうやってね、ほら今外要求がうち行くでしょ、うん、こういうコントロール見るとやっぱりインサイド要求なんかできない。そうか、うん、あの甘く構えてるいうことは落ちる球やな。あ、ヒットだ。いや、これはもうとってもヒットですね。うん、今のが落ちる球だったんだけど、うん、まあポテポテだったのに転がったところが良かったね。ラッキー、ラッキーヒットですね。え、岡田さん立ったよ。うん、これは交代じゃないのかな。交代だ。交代でしょ。うん、うん、ね、誰来るかな。誰松山が来たから、うん、もう一回左持ってくるか、島本持ってくるか。あー、島本さんね、昨日はやられたんだけど、うん、もう一回行けっていうことかな。島本だって。よかったね、石井さん今日はいまいちだったね。いまいちだったね、うん、やっぱりみんな緊張するよ。そうね、うん、緊張するよね、うん、緊張する。さあ、皆さんの意見をだんだんこうやって見るのが楽しみになってきましたからね、はい、はい、はい、あれ、あれ、どっか、どっかに行ったんだけど、まあ、何が起こった、何が起こっちゃったの。どうなってるの。ん、何したの。いや、何もしないんだけど、みんなのコメントを出るのはどうしたらいいの。ほら、はい、どうぞ。ありがとう。はい、どうぞ。本当に頑張ってください。工藤さん、ワンちゃんおとなしいね。おとなしいですね、確かにね。今日はね、うん、松山コールしたところで島本か。あ、そうだったんですね。慶応困った時の島本。ああ、アッキー、島本行くしかない。ああ、なるほどね。岩佐さん、リベンジか、やらなきゃって書いてますね。工藤さん、ワンちゃん、ワンちゃん、バームさん、中野選手、二塁コンバット大成功でしたね。さすが岡田監督、ゴールデングラブ取ってほしいです。本当ですね。あの、木浪の評価もすごく去年の秋ね、高かったんですよ。それまでそこまでの高い評価はされてなかったんだけど、木浪の肩がやっぱりいいというふうに岡田監督が判断した。それもあって中野のセカンドもあったと思うんですよね。へ、うん、野球好きたまちゃん、あ、違うわ、野球好きたまちゃん友達に阪神ファン、オリックスファン、ロッテファン、それぞれいて、どこを応援するべきか分からなくて気まずい。分かる、それ分かる。私は中日ファンっていうこと。何それ。なるほどね。ならない、まあ、どんどん、あの、いろんなチームを応援してあげてください。そうだそうだ、ね、みんな頑張ってますからね。きなこ、爪将棋ですねって書いてますね。確かに岡田監督、アマチュア3段ですからね。やっぱり自分のチームの持ち駒、持ってる選手、そして相手チームの持ち駒、これをいろいろ見ながらですね、手を打っていくというね。この辺は本当うまい監督ですよね。3段ってすごいの、うん、うん、アマチュア3段すごいよ。なんか長嶋茂雄さんがアマチュア5段だっていうのを聞いて、ええと思ったんだけど。わかんない。ねえ、わからないね、うん。さあ、松山対島本。怖いね、松山さんも。いいバッティングしてますからね。うん、それと昨日、島本が一つもアウト取れずにヒット2本打たれて交代しましたからね。じゃあ今日リベンジだ。
だからそれがどういう気持ちでこのマウンドに立ててるかっていうことですよね。おお、いい当たり。やめて、あ、大丈夫です。うわあ、取ったねー。まあちょっとの差。本当やね。本当にちょっとの差ですね。広島ファン、かわいそう。まあそうだよね。この回はね、中野のいいプレーと今の森下のプレーね。ね、うん、2つの守備でこれピンチをしのぎましたね、はい、うん、1、7、はい、綺麗に打ってるの、ちょっと詰まったのかな、あのボールが伸びなかったもんね、うん、うん、さあ皆さん、あかん、まあまあ、またできないよ、まだまだだったの、どうしたの、わからないわ、どこ押しちゃったの、どこも押してないの、 ビデオになってたよ今、はい、はい、頑張れ、島本すげえ、森下すげえって書いてますね、カズカズさん、カープ残念でした、岩佐さん、トラさん、森下ナイスキャッチついてます、終わったみたいよ、うん、いやこれ、あ、オリックス勝ちましたね、オリックス勝ってるじゃん、うん、これで3勝1敗ということは僕の日曜日の J スポーツの解説がなくなる恐れもありますね、あ、J スポーツじゃないわ、あれ僕は日本放送でした、申し訳ないです、ラジオでした、もうそれも適当になってる、大丈夫大丈夫、うん、間違っていかなきゃ、日本放送でした。この回ファインプレー2回、亮さん、サクサクラさん、紙一重が大きな差になるような采配振るってるわ岡田監督、いや本当そうなんですよ、あの僕いつも言う、あのトップと最下位ってそんなに差がないんですよっていうね話をよくするんですが、まあ、1試合で言うと、まあ、今年で言うとやっぱり4対3の戦いっていう形で考えた方がいいんですかね、4点取って勝ち、3点では負けるっていうパターンが多かったっていうね、以前は5対4っていう感じだったんですよね、そして、9ゲームをワンクールに考えて、5勝4敗か4勝5敗か、この1つ4勝4敗から勝つか負けるかが大体1位と6位の差なんですよと、16クール9ゲームかける16で大体、1シーズンが終わるので、16貯金するか16借金するか、この辺の差になってくるっていうね、まあ、今年はタイガースが32ですか、大きな貯金をしましたけれども、こういう年の方が珍しいというねことなので、まあ、ちょっとしたことで、順位が変わるということですね。さあ島内が出てきました、まあ、安定の島内ですね、島内からはなかなか点は取れないと思います。いい、うん、まあ島内から点取ったらすごいけどね、うん、多分そうは取れないと思います。でもさ、最初さ、うん、阪神が3回ぐらいの時、まださ、オリックスとロッテ1回だったじゃん、長かったのにね、だからその後ポン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 って、ね、そうそうそう、もう流れがあるから ね先に終わっちゃったね、こっちが長かったからね、大竹も球数多かったからね、5回で105球、ああそう、うん、はい、まずワンアウトです、結局1球も振らずの三振だもんね、これは寂しいね、あ、そうなんだ、うん、点入るとこ見てなかったもんね、
さんゼロで抑えてるかなと思って。ああ、この島内はいいピッチャーだよね。ねえ、うん、なかなか点取れそうな気がしない。いい球です。うわーいや、逆方向狙うかなと思ったら、うん、ちょっと今バットの先だよねバットの先に当たってラッキーかな。マッセっていう感じの。あ、本当だ ね。でもまあ木浪調子いいからああいうヒットが出るんだよ。そうだよね、うん、あ、本当にあの調子の悪い時ってポテンヒットも出ないですからね。不思議よね。ポテンヒット出る時は大体調子いいんですよ。パパもそうだった、ね、そう、もうずっと選手の時そうだった、うん、悪い時にああいうラッキーヒットってほとんどなかったからね。そうだね、うん。さあ、ここで糸原、今年はね、もう本当に打席数少なかったけど、よく頑張りましたよ。うん、うん、あ、みえちゃんがいる。みえちゃんね。みえちゃん今日出てない今日は出てない。昨日一回ね。それはダメ。それはダメだよ。何やってたの？おやつ。うん、いい球。まあ、しかしこうやって、一軍のメンバー見てると、うん、もうみんな自前の選手だからね、ほとんど自前主力級がね、うん、自分のところで、まあ、ドラフトで取って、あ、その選手たちがこうやって育って、うんうん、まあ、1年目から活躍してる中野みたいな人もいるけど、うん、みんなねやっぱりファーム経験したりしてそこから上がってきて、うまく、だから今ドラフトがすごくいいドラフトをね、うん、してるっていう、ね、うん、スカウトがいいって、はいはい、いい見立てをしてるよ ね。
まあ、ラッキーもあるんだけどね、あのくじ引きで外れ、あ、そうね、くじ引き外れたけど、その外れた人が近本みたいに大活躍してるとか ね、うんうん、ね、近本は外れ外れ1位だからね、ねえ、うん、ドラ4か5だったっけ、違う違う、ドラ1、ドラ1、ドラ1なんだけど、うん、最初、誰だったっけね、あの今ロッテ行ってる外野、あの時は外野手をとにかく取りたくて、あ、そうか、でそれで外れて、うん、今度楽天に行った、立命のやつ、あれも外れて、うん、3番目でやっと近本だったの、フォアボールだよ、そう、やっぱりよく見ました今ね、あ、代打、いや、代走、代走か、まあここのダイソーっていうのはまあ役割としたら、うん、あの近本が三遊間に打った時に、うん、セカンドに早く到達してもらいたいというね、あのセカンドフォースアウトっていう形によくなるんでね、そういうことを考えればこのダイソー、まあ今結局駒としているから、あ、熊谷君、熊谷君がね、熊谷君も頑張ってほしい、バッティングをもうちょっとねやっぱりレベルアップすれば、うん、1軍の戦力もっと使ってくれる確率は高くなるんだけどね、教えてあげて教えてあげたいけどね、だから今のダイソーがもし生きるとしたら近本が三遊間に打った時よね、あ、うん、狙ってるかもね、でも、いやー、ここはもう普通にセンター意識で、そうかな、うん、こういう速いピッチャーに対して最初からレフト方向に打とうと思うと振り遅れることよくあるからね、やっぱセンター方向意識の中でどういう球、いろんな球をまあ打ちに行くという形になるところですね、これ。得点圏打率1位のバッターだから ね、 ね、なんかしてくれそうな気がするよね、するよね、やっぱりなんかランナーが出たら、うん、打ちそうな気配があるもんね、そう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 、吉本さんダメじゃん、吉本ね、ねえ、やっぱりこの3人で抑えるかなと思った、ねえ、3人で抑えると思ったんだけどそうはいかなかった、ねえ、しぶといわこのタイガースの打線も、これが野球の面白いところ、ねえ、まあ、ツーボールからまっすぐ待ってまっすぐ来て、うん、空振りだわね、こうなるとしょうがないんだよもうね、そうだね、うん、ダリちゃんダリちゃん、なんかちゃ、なんか欲しいんだろうね、こうやってアピールして、あれれ、あれれ、ストライクが入らない、あれれ、うん、ちょっと力んじゃってるのかな、ねえ、力んでるね、ポンポンポンと3人いくと思ったよ私、だからね、もしこの回ゼロで収まったとしても、うん、これだけ長く守った後の攻撃っていうのは、うん、案外点にならないんですよ、あ、もうこういう時もし逆転っていうことがあるとしたら、うん、この8回裏は多分3人でビシッと終わってるはず、なるほど、そうやって考えるともうこれ多分このまま行くんだろうなって僕はもう思ってるんですよ、実はね、うん、ああ、やっぱあのまっすぐについていけなかったね、うん、やっぱ威力はある、今のは力負け、力負け、一応狙い球だったの、うん、3-1 からまっすぐ待ちで、ま、うん、っすぐが来たけどダメだったっていうね、え、今日ってさ、うん、なんかもし今日勝ったらさ、うん、またあれ優勝のなんかあるの、ビールかけ、ビールかけどうかな、
つも用意しとかなあかんね。いつかつかわからんから。さあ今日は見とけば全部。馬野正幸さん、中日の樋口選手も細かい選手みたいにダイソーで活躍してほしいですね。ああ、亮さん。KO さん、残念。猫柳さん、岩崎の3連投ですね。疲労が溜まっていそうで怖い。でものらりくらりなんとかしそう。ああ。アッキー、近本ダメかって書いてましたね。岩崎で締めましょうと来ましたね。はい。大和豆さん、関西ダービー行こうぜって書いてますね。まあ今日オリックスが勝ちましたからね。今日タイガースがもし、このまま行けばもう日本シリーズ進出決定ということになりますので、関西ダービーと馬かなと思って関西同士の戦いだからね。そういうことね。オリックスがこのまま上がっていけば、あ、な、阪神競馬場に行きましょうねって言って、違う違う違うダービーっていうの、まあそういう言い方もします。うん、うん、あとはもうこの先頭打者を打ち取るかどうかですね。もう流れからしたらこのまま行く流れなんだけど、先頭打者が出たらわからない。あ、うん、先頭打者が勝負です。そうだね、うん、代打磯村。そうか、一番ピッチャーのところに島内を入れてたんですね。それで代打磯村ですね。あ、これでもう大体決まったような気がしますね。あ、うん、でもだね、カープもさ、うん、甲子園でやりにくいよね。やっぱり甲子園の雰囲気って独特です、うん、まあそれはしょうがないわ ね、 ね、うん、2位進出だと、ね、うん、まあ、今シーズンはだから甲子園球場での戦績はタイガースの9勝2敗、うん、1引き分けかな。だからもうやっぱりタイガースがかなり優位にはもう最初から立ってたからね、うん、でもみんな言うじゃん、なんか、うん、独特なやっぱ甲子園の雰囲気があって、なんか飲まれるのかな。まあ、そんなことは僕は思ってやったことはなかったけど、でもファンの人たちの応援はすごいでしょ、うん、これボールって言われるんですよね、この低めをね。うん、これは厳しいわ。うーん、厳しいね。最後まで厳しかったですね。最後まで厳しかった。このフォアボールはちょっと いただけないね。ホームラン打たれてもいいからフォアボール出すなって言いたいところなの、ここはね。あ、うん、一発打たれてもいいんだっていうぐらいのね、ま
まあ、だけどちょっとまあ際どい球はなかなかストライクと言ってくれないので、うん、苦しい。今それで遊ぶか。もう審判のストライクゾーンでね、やっぱりゲームが変わっちゃうんでね。そうだよね。それとゲーム時間も変わるからね、うんうん、やっぱり最初にストライクゾーンちょっと広めに取っていくと際どい球みんなバッターが振り出すのね。あ、そうすると審判がストライクボール言わなくてももう結果どんどん出てるんだけど、うん、際どい球ボールボールって言い出したらみんなバッター振らなくなるからね。あ、そうか。そうなると全部ストライクボールを審判が言わないといけなくなる、うん、で自分で首絞めるんですよ。そうか、うん、だからその辺考えたら最初の一回り目はねやや広めにストライクゾーンを取ってあげるとゲームが早く進むし審判も楽になっていくっていうね、うん、ことにつながっていくんだけど、なかなかねそうはいかない。はい、さあ最後広島が意地を見せるのかな。もう流れはこれタイガースのゲームになってますけどね、完全に。うわー、しぶとい、しぶとい、しぶとい、うん、いいとこに飛んだね。ね、まあ長方向多分狙ってたと思うんだけど、でも最後までこれねチャンス広げてるから面白い、ね、広島の意地やね。ね、ここはね、うん、まあ岩崎は多分変えられないだろうからね、うん、ここはもう堂林はあのチェンジアップ引っ掛けないことでね、チェンジアップをもう右に打つぐらいの気持ちでいるかどうかな、今のもチェンジアップですね。ちょっと普通に振りに行ってますね、うん、このスイングだとちょっと怖いダブルプレーもあるよね、うん、今の空振りでちょっとスイングを変えるかどうか。変えないね。そんなすぐに変えれるもんなの？狙う方向変える、狙う方向。ああ。うん。だからちょっと引っ張りの意識がだったところを右方向に打とうかって思ったら、そういうね、うん、変わるから、あのミートポイントちょっと後ろまで持ってこれるんでね。今の2回の空振りは全く変わってないですね。あ、うん、同じやね。同じ。結局3つとも同じようなスイングしちゃったね。ワンアウトだねえ。ちょっと今の空振りは僕らから見たら寂しい。そうやね、うん、もうちょっと工夫してなんとかしないかなと思ってね。さあ西川か。こういう左対左の場合はあのチェンジアップがそこまで有効ではないので、やっぱり今度スライダーとまっすぐになっていくのかな。
ツーボール。まあ一塁ランナーをホームにやらないっていう守備になりますから、まあ岩崎からするとまず一番やっちゃいけないのはこれフォアボールで出すっていうのは良くないですよね。あ、もうツーボールか。うん、もう勝負していかないとね。今のはボールですね。いいとこやけどね。うん、まあコースボール。すまして投げてるけど緊張してんだろうなと思うな。いやもうでも本当にさ、うん、顔に出ないよね。出ない。打たれてもね、抑えても出ない。うん、もうあの高さ行った時にボールって言われるかなってちょっと心配になるよね。わかる。もうあの高さを ね、取ったり取らなかったりの時があるから。あともうちょっと高めのやつと。うん、そう高めも取らないし ね。かなりゾーンが狭いんでね。はい。今の見逃したらボールって言ってたかもからね。そういうふうに思っちゃうもんね、あの高さはね。だよね、うん、あと1球さあこれで一塁ランナーみんな走りますから、うん、逆にここで打たれると一気に2点になるからね。あ、そっか、うん、あと1球コールが鳴り響いてる。岡田監督もここはパンやめなめて緊張するよ。パンやめなめてね。胃が痛くなりそう。胃が痛くなってね、行くような監督をやってみたかったですけど。わかります。一点差のゲームをね、こうやってやるってのはいいじゃない。胃が痛い。そういうゲームをやりたかったね。あ、今のは何？手大丈夫かな？うん、ファウル。あ、ファウルなの。あの右手にちょっと当たったんで、あの坂本の下にこう下ろしてた右手にね。ラリちゃん応援してね、ラリもね。手がしびれてきた。パパの方が手しびれた。唇噛むんだよね。正面終わりました。終わりました。シリーズ進出決定しましたね。いよいよ、はい、皆さん、お疲れさんでした。長いゲームでしたけれども、ね、これどうすんのかな。あれこれこうすんの。上に、うん、そうそう、上にあるんだ。上に、はい、る、はい、では皆さんちょっとこう読ませてもらいます。下に行かないといけないよ。そうだね、うん、慶応さん、ばらつく審判。そうでしたね、うん、フルカウント徹底的に低めですね。だからこの球を空振り。琥珀さん、あと1球ルー新球審ジャッジが心臓に悪いんすよ。湯浅さん、緊張する。慶応まだ立ち上がるのは早いよ。球場ファンガンガン。ビタミンさん、あと1球コールってピッチャーにもプレッシャーかかるだろうな。本当だね、うん、
岩佐さん、ワンちゃんも興奮してる。シンドゥさん、ワンちゃんも興奮してます。慶応頑張れ岩崎。アッキー、坂本星の右手大丈夫ですね。もうやっぱりね、気になりましたね。虎吉さん、CS ファイナル突破おめでとう。おめでとうございます。俊也さん、胴上げするのかな。あ、胴上げはどうなんでしょうかね。しないじゃないですかね。でもカープにもあれだよ、みんな拍手だよ。いや、拍手拍手、ね、やっぱりここまでね、カープよく頑張りましたから ね。僕はあの今年はカープの評価低くて本当申し訳なかったんですよ。もう謝りましたけど。あのよく頑張ったと思います。新井監督ね、いいムード作りをして、選手たちにですね、あのプレーしやすい環境を提供してあげたと思うね、うん、そういう点で本当カープはよく頑張ったチーム、強かったナンバーワンでしたね、うん、はい、よかったと思います。アッキーさん、勝ちました。ルーやった。俊也さん、よっしゃ。小白さん、やった。玉虎、ありがとうございました。主役のダボハゼチャンネル、おめめ、お疲れ様です。強い。岩佐さん、決まった、おめでとう。野球好き玉ちゃん、タイガース日本シリーズ進出おめでとう。タオさんの横の赤のと水色のタオさんが中日ドラゴンズにいた頃のビジターユニフォームみたいな色合い。あ、そうか。よしさん、お疲れ様です。慶応さん、三立て、うん、阪神ジュニア、明日オリックス宮城どうなるかな。明日宮城ですね。川さん、ほんわかしててこのスタイル楽しかったです。ありがとうございます。日本シリーズに行けないと思うのでタオチャンネルで一緒に観戦したいです。もう一回お願いします。お疲れ様でした。どうなんでしょう、もう一回今度あと終わってからちょっとじっくりとまた皆さんのコメントをですね、読ませていただいて、次やるかどうかを考えたいなと思います。とにかく、3時間半を超えるゲームタイガースがやっぱり3点勝負のゲームになってしまいましたね。4対2、タイガースが今日も勝って、3連勝、アドバンテージの1勝を含めて4勝0敗で、このファイナルをものにしたというゲームをお伝えしました。次は日本一だね。次はどちらかが日本一になる。どっちも関西だもんね。日本シリーズでね、まあ、関西ダービーになれば関西の人たちはまた盛り上がるのかな、関東の人たちはちょっとしらけるのかな、なんていうものを感じながらですね、またこれからゲームがある間はですね、またこの YouTube の中でお話ししていきたいと思います。今日もこのゲーム後で普段通りの解説をしていこうと思います。今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、終わります。どうやって終わるんでしょうか。終われない。どれ押すの、これかペケか、ペケ終了終了。